アンジェラさん、あ、ふぅ、やれやれ。ヒロピョンさん、グーさん、お母さん、龍之介さん、TC さん、ヒロピョンさん、本田さん、ほがくしさん、なりさん、岩ちゃんさん、たまごかけごはんさん、直角さん、ふくろうさん、山口さん、パリパリパリさん、そして、岸田しくらいかさん、ちゃんさん、リートちゃんさん、ノックさん、にゃんちゃんさん、ちょかじぱぴこさん、ははははははさんかな、はんちゃんさんね、ちゃんさん、そして、こちゃんです。アメダカさん、フィスティナレンテさん、ヒゲラシボルくんさん、森のぐまさん、ピルクルさん、ひろひろ、ひらひらひろろさん、タータンさん、ヒーローの鳥さんかな、しまはるさん、雨がつらいさん、つらいよね。2021年11月7日、22時16分となりました。こんばんは、ひげラジです。はい。メルセデスさん、ヒゲさん眉毛あったねということで、いや、ないです、ないです。これも全部書いてますね、今ね。はい。ペイントで、マイクロソフトペイントで。ちかさん、こんばんは、こんばんはです。はい。ヒゲラシブル君さん、先週は誕生日祝ってくださりありがとうございました。あ、おめでとうございました。はい。ね、また、ね、358日後ぐらいですかね。またお会いいたしましょう。お祝いしましょう。新総理さん、ヒゲさん、ひろゆきさんの本を出したら売れるんじゃないかなと思います。ということで、売れるかな、暴露本だから売れるね。何暴露してやろうかな、本当に。大体暴露しちゃったからね。もうないかもしれません。ないかもしれませんね。はい、そして、あら、ナイスパありがとうございます。ロンロンさん、ナイスパです。ダンヒロ読みました。旦那様ひろゆきですね。ありがとうございます。ありがとうございますなのかな。まあありがとうございます。ヒゲさんに10の質問3。ある数字よりどっかのヒゲ男さんは今の奥さんというか彼女というかサイクと結婚するために何度もタイムスリップして過去を変えたそうです。ヒゲさんは過去に戻れるとしたらいつになるか戻って何をしますかということで。ああなるほどね。まあ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 ここで急にねまあ言われてしまってびっくりしちゃいましたけどそうです。僕はまあタイムスリッパーとして、まあ、ちょくちょく過去をね、戻ってきてますけれど、はい。過去に戻っ、なんだ、まあ、戻るとしたらというか、まあ、僕は過去に戻ってまして、で、だから、いつになるかというと、まあ、すべての過去を遡ってますよね。うん、大体、まんべんなくかな。まあ、理由は簡単で、まあ、やっぱ言うわけですよ。その生活良くないぞと。ね。で、そういう風にして、まあ過去の自分に対して、こう叱咤激励をしてるんですけど、何にも変わらん。だから過去に戻っても意味がないのかなって、ちょっと最近思ってますね。はい、そんなわけでございまして、本日なんですけれども、本日飲んでるのはこちらでございます。あ、ちょうどいいタイミングで、玉農園さんありがとうございます。はい、そうです。本日飲んでるのこちら、メイプルシロップダークでございますね。はい。ということでございまして皆さんグラスの準備はよろしいでしょうか。未成年の方、アルコールがダメな方はソフトドリンクで結構でございます。そもそもグラスがないよという方はねエアーで乾杯していただければと思います。それでちょうどメープルダルン上のね玉の上さんからもいただきましたことなので乾杯いたしましょう。それでは皆さん今週もお疲れ様でした。乾杯。あー美味しい。ジョンさん、あ、瀬戸康史さんのスペースにヒゲさんいるの発見しました。すいません。いました。ね。楽しそうだったね。うん。瀬戸康史さんが一人で、こう、なんかこう、音声トークってどんなことするんだろうと思って、気になって見に行ってみたら、ちょうど今旅行中か何かなのかな。で、その、お友達と皆さんでワイワイやりとりしている形でスペースをお送りしていて、あ、こういう使い方かなるほどっていうふうに、思った次第でございます。面白かったですね、でもね。はい。そして、ね、皆さんたくさんの乾杯ありがとうございます。ともさんと、さっきすでにグラス空になりました、とかね。はい。そして、あけみさんかな、風呂から出たばかりで真っ端が、来なさい、風邪ひいちゃうからね、早くしないと。さあ、ということで、メイプル割り飲んでるんですかということで、あ、今、いただいております。やっとね、ちょっと肌寒い感じになってきたかなと思います。もう僕ですら肌寒さを感じてるわけですから、一般の体験の皆さんはきっともう多分ガタガタ震えてるわけですよね。ぜひ飲んでいただければと思いますよ。はい。キウイさん、ヒゲさんってお酒はあんまり飲まないのか？あ、仕事中だからか。ということで、まずこれ一つだけ言うけど、仕事じゃないです、これは。よかです。はい。
なんだったら場合によっては あいつ仕事途中で止めやがったみたいな、信号にもなってしまうので、なかなかね、リスキーなこれ趣味なんですよ。僕今気にしてますからね、 LINE とかあれヒゲさん締め切りがまだあれまだあの納品があれみたいな、なんかね、あいやいや配信やっていただければみたいな気を使われつつね、気は使っている素振りを見せつつお前殺すぞっていうあれですね、あのラブレターですね、はい、と言いながら、なのですがお酒については昔よく飲んでました。それこそこの YouTube ライブの前ですね、ニコニコ生放送とかを僕はやっていたわけですけれども、その時なんかはまあそれこそまあひろゆくんもね言ってるけど言ってますけど、まあ、ちょっとあのシラフだとね喋る機会ってなかなか勇気いるわけですよ。ね、でちょっと言いたいこともさやっぱ理性が働いちゃうじゃない、少しお酒入ってあのアホになってないとっていう時にやっぱ少しお酒をねちょっとたしなみながらやるみたいなことはすごくありですし好きでしたし、よく飲んでました。でお酒自体も好きか嫌いかで言えば僕は好きです、はい。で特にそのお酒の場とかが大好きだったので、よくまあそうですね、お話をしながらお酒を飲むみたいなシチュエーションっていうのには本当ちょこちょこやってましたし、それこそ先ほどのニコニコ生放送なんかは今のような頻度以上にやってましたから、まあほぼ毎日飲んでましたよね。ただ弱い、はい、本当に申し訳ない、寝ちゃうんですよねっていうことが分かって、まあ大体これ1時間とかまあ24時ぐらいまではやってるじゃないですか、1時間半ぐらいですか、45分ぐらいですか、そうなってくるとねちょっとねっていう、そんな感じでございます。さあそして RT さんナイスパです。ひげちゃんこんばんは。こんばんは。ついにマッチングアプリを始めました。あらいいな。でも会話が続きません。ひげちゃんのようにめげずにハンティングするにはどうしたらいいですか。わかんないんですよ。まずマッチングアプリってなんかあの前ねやろうって言ったら、いやあれは真剣にねあのゴールを迎えたい人たちが参加するもので僕はやっちゃダメだよっていう風な話を聞いていて、やったことがないんですよ。マッチングアプリを使ったことがないんですね。どういうこと、なんか LINE チャットみたいなイメージでいいの。であればまあなんか会話が続かないか、もう選択肢としてはもう2つで、自分が語るか相手に質問を投げて喋らせるかだと思っています。マッチングアプリじゃなくても基本そうだよね。あの例えば二人っきりでってなった時って、向こうが喋ってくれたらいいなみたいなシチュエーションの時ってあると思うんですよ。何喋ろっかなみたいな。でその時にあんまりこう深く考えちゃうと、ああダメなので、最近なんかこんなの食べてすげえ美味しかったんですよねと、なんか食べたいものありました、なんか最近食べて美味しかったものとかありますとか、そこら辺は割とあの無難にいいんじゃないかな。旅行とかね、前になんかちょうどこのぐらいの時期間、11月ぐらいだったかな、12月だったかな、すごい寒い時期に北海道行ったんですけどみたいな。いやーでもまあすっげー寒かったんですけど、ただなんだろう、やっぱ冬食べ物か、食べ物の話ばっかりだこいつこいつ食べ物の話しかしねえぞいやいやそんなことない、そんなことない、あるあるあるね。11月11日といえばそう、ポッキーの日、食べ物だ。ないなないな、なんかあればいいんですけどね。はい、ということで、ぜひあのなんかいいのありますかね。ただあの基本的にはもう投げ続けて向こうは無視し始めたら次のところに行くっていう、僕自身あんまりこうナンパとか経験がないですし、あの物の知識で大変申し訳ないですけど、基本的には失敗するものだっていう気持ちが大事みたいですよ。はい。で、でも100人話しかけたら、まあ、10人ぐらいは返事してくれるし、1人ぐらいは割とちゃんと乗ってくれるみたいな。だから、とりあえず100人に当たりゃ、まあまあいいんじゃないみたいな。それでダメだ、200人、300人って動くんですよ、みたいな話ですね。はい。そして続いていきましょう。パリパリチーズさん、ナイスパーです。ヒゲさん、こんばんは、こんばんは。昨日無性にラーメンが食べたくなり、一蘭を見つけたのでお店の前まで行ってみました。しかしシステムもわからない女一人にはあまりにハードルが高く、泣く泣くその場を立ち去りました。初心者でもラーメン屋さんでスマートに立ち振る舞うためのアドバイスお願いします、ということで。そうか、
まあ、一番これ、なんだろうな。まずね、そんなにね、大丈夫ですよ。やっぱり、ルールというか、システム分かってないお客さんっていますし、そういうお客さんに対して説明をするのは、お店側のお仕事ですから、何も気にせずに、フラッと入って、で、ちょっと、入り口の方でぼーっと立ってみて、で、誰も、店員さんとかにも、あ、一人ですけど、いいですかとか、ぐらいのことを言ったら、まあ、誘導してもらえると思うので、そこからでいいんじゃないかなと思います。ただ、そういうのがちょっと面倒だよね、とか、立って待ってる時間で無駄じゃないとか。もし、そこまで思いであれば、一回お店で、なんか注文の仕方とかね、点一覧、注文の仕方とかで、スマホかなんかで検索するといいんじゃないかなと思います。まあね、店員さんもね、でも、その、基本的にはね、その、接客、向こうがお客さんに対して接するわけですから、大丈夫なんですけどね、まあたまにこう、トラウマ残すお客、お店の方もいらっしゃると思うので、うん、特にラーメン系は確かにちょっと怖さあったりするお店もありますからね。はい。まあ、とはいえ、あ、いいじゃないですか、中山さん、どんと構えたらということで、そうです、どんと構えましょうということで、ぜひね、一蘭、いいお店です。行ってみてください。はい。ちなみに、俺も一蘭のシステムはいまいちよく分かってないんですけど、まあ、とりあえず、入店して、中を呼ばれたら座って、ここですって言われると思うんで、でそしたらなんか、シートとかがあると思うので、そこでこう書いていくとか。で、あ、これ分かんねえなと思ったら、店員さんに聞く。まあ、もしくは、そのね、注文の仕方でググるみたいな感じかなと思います。はい。NTNT さん、バイキングは取り放題でいいわ。そうね。そうね。でもたまにね、この並ばなきゃいけないとかさ、ちょっといいやつとかだとさ、調理するので、今から調理するので少々お待ちくださいみたいな。そういうような時とかも結構面倒は面倒かもしれないですけどね。ね。晴れ太郎さん、もういい、チャルメラクつってね。それも一つの答えでも。そんなね、疲れてまで飯食いたくないよっていう瞬間もあるものね。はい。さあ、ということでございまして、続いていきましょう。あーちゃんさん、ナイスバーです。今日誕生日です。祝ってください。あーちゃんさん、お誕生日おめでとうございます。はい。幸多からん1年であることを。はい。バリ島万歳、行けるとこまで行こうぜ。イェーイ、レッツ。なんだ。レッツで終わってるわ。はい。バリ島にいるのかな、もしかして。すごいいいなぁ。いいよね、バリ島。一回行ったかな、バリ島。なんかね、ちょっと東南アジアの、なんかタイとかね、そこら辺ですとね、ごっちゃになってるけど、おそらく行ったことがあって、飯うまいんですよ。また飯の話って申し訳ないんだけど、で、人が温和でしょ？で、ガツガツもしてなくて、で、自然も多くてね。ただあんまり僕その夜のバリ島とかはあんまよく分かってなくて、まあ大体その時行ったのダイビングかなんかしに行ったんじゃないかなの時だったので、結構早朝早く動いて、でもうくったくたになるから、ダイビングその2本も3本もやると、でそれでもう夜はもう快眠ですね。はい。なのであんまり詳しい夜のバリは知りませんけれども、大変楽しかった思い出だけはあります。はい。いや、さ、飯のこと以外覚えられないのね。正解。本当にその通りですね。バリ島行った時も何か覚えてるかなと思ったんですけど、ホテルで食った飯ではなく、その近くにあった、まあ、商店街みたいなところがあってね。で、そこでこう、あ、安いマッサージとかもあってすごい良かったんですけど、その中も、そこの地元の人がやっているような、お店で食った、よくわからん謎のなんかチャーハンみたいなものとか超うまかったですね。はい。さあ、そしていきましょう。アスカさん。はい。ナイスパーです。こんばんは、こんばんは。今年も M1 の季節がやってきました。ヒゲさんが推しているコンビありますか？また、来年ユニット枠で誰かと組んで出場する予定はありますか？あ、そうですね。まあ、まずは一つご挨拶として、M1。はい。無事決勝進出決まりました。本当に皆さんの力です。おかげです。ありがとうございます。いやー、まさかね、まあ、12年連続ですか、M1 に出れると、決勝の舞台でね、こう、コントできると、コントって言った瞬間に、おい、こいつ、M1 のこと、何にも分かってねえなってなりそうですけどね、はい、M1 でまたやらせていただいて、そうですね、まあ、確かに最初はね、初年度は大道芸やって、立川談志師匠にね、お前らはね、こんなとこに立つものじゃないと、あれ、いい意味で本当はね、言った話なんですけども、怒られてしまったりとか、
はい、まあこの前ね、あの僕が優勝した年なんかはあの電車のね吊り革でこうね振り回されるみたいなことをやった時にも、あれは本当に漫才なのか、いやいやコントじゃないかあんなものはというところでね、賛否両論をね、世論が分かれたっていうのも記憶に新しいですけれども、まあでも一番やっぱあれかな、印象深い2002年かな、敗者復活からの優勝、あれはねやっぱりちょっと感動的だし、まあ伝説ですよね、やっぱね伝説の2002年。いやー、ほんとな。まあね、ちょっと今後ろボケて見えないかもしれないですけどね。まあ、そうそうたる12本の、はい、あの、優勝トロフィーの方、まあ背景にも飾っておりますけれども。まあでも、そうですね。まあ今年は、まあ何しようかなっていうのは、まあ、楽しみにされてる皆さんもいらっしゃると思うので、はい。大丈夫かな？いいの？これで。本当に。こう。ひでぴょんさん、最初は鉄友の話や、懐かしい。ね。じゃあ、まあ来年はね、ユニット枠ということで、まあ誰と組むかって話にはなりますけれども、はい。MF さん、伊達さんですか、富澤さんですか。まあ、ちょっとね、あの、まあ、どちらもリスペクトでございますけれども、はい。まあ、どっちもですよね。ある意味、ハイブリッドみたいな感じですね。まあ来年のユニット枠はぜひ西村博之さんと一緒に、はい。出たいと思いますね。もうコントというかね、まあネタはもう書いてありますから、小泉でございますから、あとはまあひろゆきくんがねやっていただければ、ねえ、だから M1、 まあだから来年はだから M1 だけじゃなくてやっぱキングオブコント、まああと R1 ですよね。そちらの方もぜひちょっと狙いたいなと思ってますね。あと浅草芸人大賞ね、はい、そこら辺なんかもぜひ行きたいと思います。はい、PT さん、普通にひろゆきさんと生配信してほしいです。まあ、したいよね。なかなかね、やっぱり、フランスにいるとね、しづらいかなとか、まあ、時差もあったり、あとは、まあ、こっちもこっちでね、毎週週に1回こう生配信する手たらくじゃないですか。そう考えるとね、なかなかしづらいんですけれども、パリパリシーさん、どちらがボケですか？まあ、これ完全にもう確定です。ひろゆきくんがボケですね。全部、ひろゆきくんがボケなんだ。難しいこと言っちゃったな、俺。ひろゆきくんボケって俺が突っ込むのね。はいはいはい。あ、間違ってるぞとかね。ハイブリッドなんですよね。ボケてるんですけど、俺が突っ込んだら論破されるっていうパターンの、漫才になってます。だから。まあ、ズレですかね。そういう意味で言うと。ね、でまあ最後に今時間になったなと思ったら、あのこれはあの天福トリオさんと同じパターンなんですけど、天福トリオ知っている方は多分ね、今いらっしゃる中で多分2割3割ぐらいだと思うんですよ。昭和のね、大芸人さんでございますけど、もう最後ね、ラストあと30秒ってなったらね、あのひろゆきくんがね、謝罪って何ですかっつって、もういいよっつって終わるっていうね。はい、いやー、ぜひぜひ、ちょっとじゃあ来年ね、ぜひひろゆきくんと M1、はい、論破漫才で行きたいなと思います。はい。ねえ、そして俺は今、天福トリオさんというお名前を出したんですけど、まさかの間違えましたね、きっと。きっと間違えましたね。このパターンの落とし方するの、天福トリオさんじゃないな、きっと。よくないぞ。これはね、直しときたい。天福トリオさんは。うん。そうだよね。伊藤四郎さんの方だもんね。天福トリオって。そうだよね。今、伊藤四郎さんの名前って、あ、違う、忍だと思って。なんだっけ。ちょっと待ってね、今。今、普通に、ググってます。ごめん、漫画トリオです。パンパカパン、今週のハイライト、これですね。はい、漫画トリオの方でますます分かんねえだろうな。はい、あの横山ノックさんっていう方と上岡龍太郎さんというね、はい、まあ、この名前でピンとくる方多いと思うんですけれども、はい、そこでございます。基本的にその営業的な時にやるのは、その最後に、ノックさんがタコ踊りを始めて、それでおいっつって止めね、突っ込んでで締めるっていうので、分かりやすいんですよ。そう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 、
で、で、だから、いつ、ずっと基本的には、もう、アドリブっぽく、ずっとやり取りをし続けて、で、残り時間、まあ、30秒になりましたって言ったら、合図をもらうんで、合図もらったら、どんな間でも、どんな状態でも、ノックさんがタコ踊りを始めて、突っ込んで終わるっていう、もう、フォーマットが出来上がってたんですけど、タイムキーパーがそれで一回時間間違えたことがあったらしくて。で、残り時間あと30秒です。バーンって出た瞬間にタコ踊りわーって始めたんですけど、その後にカンペがスッと下がって、あと1分30秒ありますって言ったら、タコ踊りをスーってやめて、で、また喋り始めて、1分後またタコ踊り始めて終わらしたっていう、そんな素晴らしい、はい、漫画トリオのお話でございました。ということでございまして、ナイスパでございます。玄米社さん、ナイスパです。お久しぶりです。あら、ヒゲさん、あ、お久しぶりでございます。メープルシロップナイス、ありがとうございます。いただきます。はい。今日はメープルシロップダークのお湯割りですね。いや、お湯割りが非常に暖かい季節になってきました。ね、株式会社、違法労働さん、すごい嫌な名前。株式会社を名乗るの、それでですね。なんかそんなデータあるんですかということでね、データは確かにないです。でもなんか入れたいよね。最悪ね、多分だけどひろゆきくんと組めれば一回戦は抜ける気がするんだよね。あとはもうネタの精度で、うん、ね、まあだから最悪だからあれですよね、ベンチマークとして、まあね、ひろひげとして行く前にひろゆかないさんとひげおやじらないさんで、ちょっと出ていただいて、それで、あ、思ったより行くねってなったら、ね、思ったより結構会場のお客さんも優しいのね、ね、あったかいんだねってなったら、そしたら出ます。ね、ナイナイコンビが、ナイナイがね、ナイナイが出たら、ナイナイが出場して、で、準決勝ぐらいまで行くんだったら、僕ら出ます。はい。これはいけると思いますから。はい、ね。ということで、ぜひぜひよろしくお願いします。はい。ね、ナイナイのお二人、頑張ってください。いいよね、ナイナイってね。彷彿させますよね。坂本直子さん、決勝戦のひげさんがタオルを取れば優勝ですよ、きっと。ということでね。そうですね。まあ、そこまでもし言ってるとしたら、相当な、まあ、僕が頭にタオル巻いてることも、まあ、おなじみの、みたいな感じになってると思うんで、決勝戦まで行けたらね。そういうことで、ぜひぜひ、はい、ナインキーナインじゃないですよ。はい。ひろゆかないとひげをいじらないさんのナイナイでございます。はい。そして、パーピーコーさん、ナイスパです。ひげさん、こんばんは、こんばんは。ひげさん、今日肌がツヤツヤしてるように見えるんですけど、何かしましたか？ありがとうございます。そうなんです。今日ね、いきなりこう本題というか、本題でもないんですけどね、皆さんのコメント拾って話を始めるっていう前に、まあ人が皆さん集まる前にですよ、まあちょっとね、先週というか、まあ今週というか、7日前からね、昨日まで私は何をしていたかみたいな話をちょっとするわけじゃないですか。そんな時に結構今週はね、いろいろあったなぁと思いまして、で、まあ言いたかないけど忙しかった、すごく忙しかった、ありがたい本当にね。11月はなんか忙しい気がするっていうタイトルにもなってますけれども、でそこでじゃあその忙しかった話をしようじゃないかと思ったんですけど、これまだリリースされてないんだよね。はい。11月後半と12月中旬ぐらいに、いろいろとご報告できると思いますので、でだで、まあ、じゃあ、その、具体的な話は一旦置いといて。はい。ね、まあ、もしかしたら亡くなってる可能性もありますからね。で、どうしたかというと、まあ、本当ね、昨日、一昨日はね、相当、ちょっと自分の想像を超えるぐらい、ちょっと、疲れた。か。まあ、そりゃそうだよね。だって朝の8時半ぐらいから始まってさ、家帰ったらもう22時過ぎで、で、その間ずっとこう現場を踏んでるっていうね、まあすごい幸せだったんですよ。楽しかった。すげえ楽しかったけど、なんかこう、ドズンと疲れがあって。で、それをなんとか解消しようとして、中風呂入ったりとかしたんですけど、で、中風呂入るイコール睡眠時間削れ。で、翌日もまた朝の8時半だから、8時半に現地入りね、だったりするから、そんなに寝れない状態のまま、まあまあまあ、でも2日目の方は正直
その僕の制作っていう仕事とは関係のない仕事だったので、これはまあまあ現場入るけど、まあまあ多少余裕あるだろうと、ちょっとパソコンとかね持ち込んでちょっと触りつつ、まあ要所要所で自分のねやらなければいけない仕事っていうのをこなすぐらいのバランス感覚でいこうかなと思ったら、ずーっといたね。よくなかったのがね、そのね、その前ね、その現場の方、制作の方をやってた方が2日前だったんですよ。で、昨日がそのどちらかというと制作というよりかはなんかちょっと何て言うのあれ、何て言うんだろう、うん、付き添いみたいな感じだったんですけど、2日前の制作でまあディレクターとしてまあまあぶん回してたわけですね、僕の肩を。そのさ、やっぱ寝ないで翌日行っちゃったから、そのぶん回しの余韻っていうのがどうも残ってて、俺制作じゃないのよ、制作じゃないんですけど、現場がちょっとやっぱどうしようってなっている状態を、僕だったらこうしますよっていう答えを持っているんだけど、言わないで待ってるができなくなっちゃってて、こうしたらいいんじゃないですかとかいうのをやったので、ちょっとだけ反省してます。はい、で話長くなりましたね、話長くなりました。でそういうなこともあって、くったくたにちょっと疲れまして、昨日帰って、早々に寝て起きたら体がバッキバキで、体のバッキバキ具合で目が覚めるぐらいのバッキバキになってしまい、あ、これはいかんというので、もう朝一でサウナにずっと入って水風呂を使って、でそしたら少し体がふにゃーんってなったから、ちょっと仮眠取ろうかなと思って少し寝て、またでも起きてもう一回サウナ行ってみたいな、そんな感じで、本日はですね過ごしておりました。それ以降以外、あ、でも台本書いてましたよ、ご安心ください、台本も書いてました。はい、ね、誰に向けてのアピールかもあれかもしれませんけど、うん、っていうこともあって割と今日はリフレッシュしたのかなというところで、肌がツヤツヤしてるように見えるんじゃないかなと思いますけれども、一つ忘れてましたね、これフル CG でございますから、そんなことはないんですよ。どのタイミングね、どの機会に訪れても、これは全部CG のいわゆる絵ですか、データですからね、そこら辺でなんか違いはないと思うんで、おそらくだから見てる皆さん側のモニターのせいです。はい。いやー、とはいえね、ちょっとコロナが落ち着いてきたからだとは思いますけど、ちょっと現場に活気が出てきたなとは思いますね。うん、ね、学者ちばりさんね、フル CG ってね、本当申し訳ない、本当今の科学ってすごいよね、すべてこれ全部架空のものです、バーチャルの映像をお届けしているだけで、今はね VTuber さんだから、僕もまあ VTuber の端くれとして、まあ、これぐらいのことができるんですよっていうのを、まあ、ちょっとある意味でこうプレゼンしてるような感じですよね。シクラエコさん、新スキン実装ね。あ、新スキンで、あ、サウナ後っていうフィルタリングがね、あー、それはあるかもしれません。ただですよ、はい、これは現場の皆さん のプライドであったりとか、運営している皆さんのためにも言いますけれども、現場が元気になってきたとは言いながら、きちんとコロナ対策っていうのは未だにしています。それのせいで非常にやりづらい、ね、本当だったらもうね全員ガーンって集めちゃえばよかったみたいなところもぐっとこらえて、その分だからあれだよね、すごく大変だったと思うな。いや本当この話はね具体的にしないと全く伝わらないと思うし、具体的に説明しようとしてもめっちゃ複雑にこう、まあね、同時多発的にね 5,6 番組ぐらい並走してやってる番組を1個にまとめてるみたいな、結構そういう話だ、話がしたいんですよ今っていうのの具体例が出せないので、申し訳ない、何の話っていう人ね、12月ぐらいかなにはきっといろいろと何かしら僕も多分リツイートとか飛ばせると思うと思いますので、まだ情報解禁前ということでここまでにさせてください。はい、とはいえしっかり現場の皆さんはコロナのことをコロナ対策をしっかりした上で現場には臨んでますよということだけは、はい、お伝えしたいです。はい、ね、いやーということでございましてね、マウスさんね待ってますということでぜひお待ちくださいね。何も発表なかったら、あ、ポシャったんだと思ってポシャるかなあれ
ポシャんないと思うんだけどな、ポシャんないでほしいけどな。はい。で、これが多分出せたら、さらにそこからね、話がしたいっていう話もあるから、もう、ご一緒させていただいた方々のね、素晴らしいところとか、いろんなところとかもね、その、多分、その映像として、まあ動画としてね、あの形になっていくと思うんですけど、そこの動画に収まりきれないその人たちの良さとか、素晴らしさみたいなのも、なんか裏話的にというか、まあ裏話っていうのも失礼かな。素直に僕が感じたことを、なんかね、お伝えできたらいいなとは思ってます。はい。ヒルペンさん、そんなことあるん、ポシャらないで、まあ世に出るか出ないか、ね、世に出るまではポシャる可能性はね、ゼロではないですからね。だからこそ、情報解禁っていうのがあるわけですよ。はい。皆さん、一回だけひろゆきさんが VTuber やった時の不自然さとのギャップすごすぎ。ああ、そうですね。まあ、ひろゆきくんどうしてもね、まあ、どうしても IT 音痴ですから、彼は。ね、もうパソコンのパの字も知らない男ですから。だからそういう意味で言うと、やっぱりまあ、僕が使ってるこのね、フル CG の。まあ、まさにもうね、生身の人間じゃないかと、皆さんもね、目を疑うような、この映像美。これが、まあ、いわゆる VTuber としての多分最高峰だと思うんですけども。まあ、彼はね、まあ、VTuber 界においては、まあ、底辺中の底辺。ね。VTuber 音痴のひろゆきくんだと、まあ、どうしてもやっぱ、差はね、出ちゃうかもしれませんね。はい。そうです。彼はパソコンのことなんかもう全然ね、わかんないですもん。パソコン配ることしかできないんですから、彼は。あいつを IT 音痴ってディスって許されるのって本当あれだよね。本当、皆さんがいてこそですよ。このこんな方言を言えるのは本当に。いや、皆さん、あの人は BG のこと知らないよねっつって、そう知らない知らない、あいつなんて本当に、あ、もう HTML だって書けるんじゃないか本当にね。マジ行きで本人の前では絶対に言えない。じゃあ知識量で勝負するかとか言われたらもうガタガタ震えますよ本当にね。あいつだって俺が使える言語なんてたかだか多分2言語か、まあまあ N88 ベーシックとか入れたら N88 とかも使わねえしな、覚えてないしな俺。あの昔あったね、その NEC のパソコンで使えたベーシック言語があるんですけど、それを N88 ベーシックみたいな言い方をするんですけど、ぐらいだし、ほとんどウェブの俺言語知らないしね。はい。ということで、ございまして、行きましょう。そして、カプリンさん、あら、メッセージでっかい。あら、どうしちゃったんだろう。でも、ナイスパーありがとうございます。それ言います。そして、小熊組さん、ナイスパーです。今北産業、懐かしい。乾杯です。乾杯です。はい。忙しすぎて今の今まで日曜日であることを忘れてました。来週大連に行ってきます。あら、ずっとさよなら日曜日になりたいです。生き生きと忙しい今があるのもひげわいさんのおかげです。ということで、小熊組さんね、今すごくいいお仕事、はい、オファー受けたみたいで大連行くんですね。昔僕も大連行った時に、あれでもね、12月だから来週だったらまだ大丈夫かもしれないですけど、結構寒いんですよ。で、一番びっくりしたのが、いわゆるこう風が寒い、気温が寒いっていうより、地面からの冷却っていうの、ね、久しぶりに僕、靴の底から体温がなくなっていく感覚を味わったのが大連なんですよ。風一切吹いていない、で、服とかもちゃんと着ている、だけど、どんどん冷えていく。どっから冷えていく？そう、足のつま先からみたいな。底冷えのするね。しかも、すごく底冷えが強くて、結構参った記憶があります。まあ、初日とかね。なので、ぜひぜひ、暖かい格好、特に足回りですね、していただいて。とはいえ、まだこの時期だったら大丈夫かもしれないので、厚手のものと薄手のもの。まあ、なんだったら、まあね、二足は、2枚履きできるみたいな感じの用意をしていくと少しいいかなと思います。ただ、まあ、めちゃめちゃ大連都会ですからね、なんかなかったら買っちゃえばっていうのはあります。はい。とはいえ体調崩さないようにお気をつけください。ひろぴょんさん、しんしんと寒いやつですね。本当にそう、びっくりしたんだよね。本当だからね、なんかね、
体とかは全然大丈夫なんですよ。ただただゆっくり寒気が上がってくるの。リートちゃんさん、大連寒いですよ。あ、そうなんですね。もうすでに寒いんですね。じゃあ僕番組さん、ぜひ気をつけてね。猫石さん、大連なら怪しい中華製品買えるねということで、そう、大連ね、行ったんですけど、めちゃくちゃ都会でびっくりしたんだよね。で俺が行ったの大連って、でももう十何年前だから、多分もう比較にならないぐらい大発展してると思うので、楽しそうだなと思います。あと飯が、また飯の話になるんだけど、俺が今まで食った鍋の中で一番最強に美味しかった鍋が、大連で食った鍋なんですよ。わかんないね。もう連れてってもらったからさ、もう一回行くことが不可能なんですけど、行ったら、まあね、中華テーブル、丸テーブルですよ。でかい丸テーブルにドーンあってさ、で僕ら4、5人ぐらいで伺ったのかな。で、鍋が1人1個出てきて。で、そこで1人しゃぶしゃぶみたいなのを楽しむみたいな。で、まあね、大皿料理なんかもあるから、それはシェアしながらとかっていう食べ方したんですけど、そこのしゃぶしゃぶに出てきた醤油だれが、めちゃくちゃうまみが濃厚で、複雑怪奇な味なんだけど、その調和の取れ方と肉を絡めた時の味わいが最高だったんですよ。あれがなんであんなにうまかったのか、未だに分かんないんですけど、あそこ、大連イコールあの鍋の記憶がすごい強いですね。ひろぴょんさん、どこの話も最後は飯がうまいで終わる。飯うまいです。どこ行っても飯うまいんですよ、やっぱり。必ずさ、ほら、最低3回、多い日は6回ぐらいさ、味わうわけじゃないですか。旅をしていると、1日あたり。まあ、そうなってくるとね、どうしても旅の話が増えちゃうし、あとそもそも旅行行く理由として、物を食いに行くっていう、のが理由の一つだったりもするので、まあ、あとね、温泉とかサウナとかありますけど、でも大体温泉入ってサウナ行ったら次どうするかって言ったら飯食うわけじゃないですか。そこら辺踏まえるとね、やっぱり。で、しかもなんか有名なお店に行きたい欲はそんなないんですよ。はい。これがあんまり良くない。あ、牧村さん、いらしたね。いましたね、いましたね。ありがとうございます。じゃあ、ちょっとスパチャの方も来ているんですけれども、すいません、ちょっと先にこちらだけね、牧村さんがいる間にやってしまいましょう。はい。では、行きたいと思います。今、準備中でございます。さあ、それでは行きましょう。今週の牧村さん、ちょっとうるさかったから、ちょっと説教してきましたよ、今ね。びっくりしましたけれども。さあ、ということでございまして、恋に恋する男、牧村さん。そんな牧村さんの一週間を追いかける、今週の牧村さんのコーナーでございます。ね、でかかったね。いろいろでかかったと思います。まあ、それぐらい、まあ、まずは、初めましての方にご説明させていただくとですね、うちの常連リスナーさんに、牧村さんという男がいます。非常にですね、女運に恵まれず、いろいろな、いや、逆に言うと恵まれているのかもしれませんね。我々では出会ったことのないような、素敵な女性との出会い、別れ、子を産み、育て、そして死んでいく。これガンダムのオープニングなんですけれども、出会いと別れを繰り返す、そんな牧村さんでございます。まあ、そうですね、代表的なエピソードをいくつか紹介させていただこうとすると、まあ、メイド喫茶のメイド長と付き合ってみたら、そのメイド長は誕生日が月に4回あったと、ね、その結果ですね、プレイステーション5であったり任天堂スイッチにその時ね、非常にバカ上がりしていた品薄状態だった、ものとかをですね、常に捨てびられ、最終的にはマンション、車と、そういったところまで話が広がったということでおなじみの、そんな、牧村さんの1週間、今回も追っかけてみましょう。牧村さん、大連愛心ヒゲさん、今日新たなメイドカフェに行ってきました前の店舗の下の階です。今日もチェキをいっぱい取ってもらいました。しかし前の店舗の人に鉢合わせしてしまい、ゴーを見るような目で見られましたとさ。ねえ。
これはね、しょうがないですね。やっぱり、嫉妬かな。ねえ。まあ、本人たちもやっぱプライドがあるからさ、やっぱこう、何、お店のランクってやっぱこうさ、フロアの高さとかも維持するわけですよ。なるべくこう高いところのね、フロアに行けば行くほど、高級なお店になりがちな世の中じゃないですか。ね。あの、肉の万世で例えましょう。肉の万世ももう最初の1階とかはね、ほど売店だったりとか、で2階、3階、まあレストラン、で、4階ぐらいでステーキとかね。で、5階、6階ぐらいから焼肉は挟んでの、もうなんか個室鉄板焼きみたいな感じになるわけですよ。ね。俺はそのフロアには上がれてないけれどもだ。肉ので慢性で例えてみるとそうなるわけですけれども、まあ、そうなってくるとやっぱりね、あのメイドカフェね、今行ってるお店っていうのは前の店舗の下の階ということはちょっとやっぱりね、前の店舗の方のプライドを刺激するわけだよね。うん、やっぱりこう上の階のね、メイド喫茶だったら、あのやっぱりこう1ランク上のね、もう VIP 御用達メイドバーとかメイドカフェとかになってるでしょうから、まあ、そうなってくると、まあ、そこにはかなわないからしょうがないかなになるんですけども、うちを蹴って、下のお店で楽しんでる。これはちょっと許せないと。それはね、もう女心ですよ。牧村さん。だからこそ、ね、そんな彼女たちだ。だからこそ、やっぱそういう目で見てくるし、それは甘んじて受け入れましょう、ということでございます。ね。コメントの方ではね、なぜ他の回だと。なぜね、あの、同じビールでことを済ませようとしたのかと。ね。そして MF さんね、マンセはパーコーメンが最強ということでおっしゃる通り、パーコーメンもうまい。うん。ビーチかな？地下かな？うん。あれはだから別カウンターにしましょうね。パーコーメンはね。はい。さあ、ということですが、ただ逆に言えばですよ、それだけの目をかけられている牧村さんです。上のね、前の店舗から、そのような目で見られて、嫉妬のね、目で見られている牧村さんを、じゃあ今言っている、一個下のメイドカフェが、ほっとくか、否ですよ。これは牧村さん、ビュンビュン吹いてますね。風が。ですので、牧村さん、そのね、氷のような、ね、虫を見るような、汚物を見るような目っていうのも、場合によってはね、場所によってはね、あの、お金払わなきゃ味わえない体験ですから、それ無料で受けていると思っていただいて、非常になんかテンション上げていただいて、その気持ちのまんま、下の店舗の方で、ね、もう大富豪のような生活をね、していただければと思います。はい。さあ、ということでございまして、じゃあ、牧村さん、これはもう新しい出会いですよね。1ヶ月後、いや、正確に言うと1ヶ月と約2週間ですか。何がありますか。そう、クリスマスです。牧村さん。これはいいクリスマスイブ過ごしちゃうんじゃないでしょうかね。はい。ぜひ、ひろぴょんさん、彼氏さんは牧村という本が発売決定。決定です。はい。ね。彼氏さんは牧村、ね、行きたいと思います。だから、出ちゃうんでしょう。33ページ、34ページに出ちゃうんでしょうね。衝撃の写真が。あ、これはぜひ楽しみたいなと思います。はい。ぜひぜひ、ね。まあまあまあ、我々の世界でご褒美ですという言葉ありますので、上の階の皆様からは、もう一回言いますよ。本当に本来だったらお金払わなきゃ受けれないサービスを今、牧村さん受けてるわけですから。はい。そこはね、むしろありがとう。ね。言ってください。さあ、ということで、牧村さんのクリスマスストーリー、果たして一体どのような結末を迎えるのか、ぜひまた皆さん来週もお会いいたしましょう。以上、今週の牧村さんのコーナーでした。いやー、いいんじゃないですか、いいんじゃないですか、本当に。さつきさん、牧村さん誰ということで、牧村さんのこと気になってしょうがない方増えてきてると思うんです。牧村さんは牧村さんというアルファベットローマ字でね、牧村で検索してもらったら、自分で今週の牧村さん勝手に切り取って勝手に上げてるんで、はい、唯一切り取り系のものから唯一違い方形のような扱いを受けているチャンネルが牧村チャンネルですね。はい、
素晴らしいです。非常に素晴らしい方ですので、ぜひ追っかけていただければと思います。もう僕はね、もう牧村さんの歴史は覚えきれません。はい、いろいろなヒストリーを重ねすぎた結果、もう大河ドラマのような状態になっているので、あの時牧村さん何してたかっていう話を聞かれても、もうね全然出てこないの。だってしょうがないもん。だって先週の牧村さん何喋ったか覚えてないんだから、こっちは。はい、なので、あの皆さんもですね、どうしても牧村さんを追っかけたい方は、牧村さんの YouTube チャンネルにぜひ行っていただき、僕から牧村さんの情報を引き出そうとしても何も出てこない上に半分間違ってます。はい。ぜひぜひね、国番組さんありがとうございます。牧村で検索。はい。力子さん、すでに第8シーズンぐらいだよね。そうなんですよね。多分もう、第8夫人ぐらいまで行ってますよね。多分僕らが把握してるだけで。ねえ、Q さん、牧村さん先週振られてたよね。いや、先週牧村さんなんだっけ、なんかカンボジアかなんかでなんか英雄かなんかになってなかった、うん、なんか村のヒロインかなんかを助けてっていう。なんかそんなんじゃなかったっけ、あれ違ったっけ、あれか、ベトナム戦争のトラウマの状態で国に帰ったのに英雄扱いされないことに腹を立てて暴走する話。あ、これ乱暴だ。ごめん。なんだ、全然覚えてないな。あれ、え、すごいモテてたと思ったら首からコードが生えて仮想、あ、これマトリックスか、なんだっけ、新選組、あ、これモヨケンね。はい、ということで、ちょっと僕から牧村さんの情報ね、今聞いていただいた通り出てこないので、詳しく知りたい方は牧村さんの YouTube チャンネル、はい、ぜひ行っていただければと思います。よろしくお願いします。はい、ね、学習内橋さん、合ってます、合ってないんで、だから。乱暴であり、バトリックスでね。すごい気を利かして、俺、ジョーカーだけは出さなかったから、バットマンとジョーカーの話だけはね。ね、今言っちゃったから、元の木阿弥なんですけども。はい。さあ、では続いていきましょう。ナイスパー行きましょう。ワインさんかな。ワイン、酒、チャンネルさんですね。ヒゲさん、こんばんは。前日、昨日かな、劇場版昨日何食べた、通称何食べを見てきました。吉永文さん原作の、実写ドラマの映画版ですね。はい、めちゃくちゃ良かったですよ。ヒゲさんもぜひ映画館に足を運んでみてください。最後に映画つながりで一言、ヒゲさんにお礼が言いたいです。ほら、何でしょう。2019年ヒゲ親父映画アワードトップ2に選ばれた隅っこ暮らしをアマプラで見ましたが、とても良かったです。今アマプラあるんだ。まんまと感動してしまいました。ありがとうございました。お礼の牛次第です、ということで、今すみこ暮らしね、あの2がパート2というんですかね、言い方は違うかもしれませんけれども、また劇場公開されていますが、なんと今アマプラですみこ暮らし見れちゃうんだ。見てください。あのね、優しい気持ちになりたいなって思った時ぜひ見てほしいです。すみこ暮らしってね、もともとはそのお子様向けの優しい、そしてすごく健全なあのアニメなんですよ。ね、あの元キャラクターがあって、それをアニメ化したものなんですけど、あのね、こうね、ぐわーぐわーって刺さるよ。あのなるべく誰にも邪魔されずに、誰も人が入ってこない環境で楽しんでみてほしいです。すみっこ暮らし。はい。隣とかで、なんか、お母さんとかが掃除ね、うーんみたいな感じで、掃除機ぶん回されたりとかしてると、ちょっとね、見づらいと思うんです。恥ずかしさもちょっとあるかな。なので、ぜひ、ね、皆さんの、いつもいる場所、そう、隅っこね、いつもいる、皆さん、まあ、普段、隅っこ暮らししてるわけなんで、その場所で Amazon プライムで隅っこ暮らしを見ていただくと。はい。いやー、いいです。あ、お子さんと一緒に見るとかはいいかな。うん、ピルクルさん、子供部屋暮らしということでね。そう。まあ、俺もある意味ね、部屋のね、暗い部屋に一人ね、まあ、テレビじゃないですけど、モニター見ながらね、もう見てるわけですよ。ね。リオさん、桃梅も見ようよ、とかね。ステラルさん、今来ました、こんばんは。はい。メルセデスさん、ヒゲさんは隅っこで暮らせないですね。体積が、ということで。アホか、みっちりですよ、俺なんてもう。もうなんだろう。もうね、三角。何ね、三角、角の三角ね。あれがものすごいぴっちり埋まるよ、俺は、本当に。で、壁も白いから真っ白ですよ。もう見つかんないよ、俺のこと。ほんと。という話は置いといて、すみっこ暮らし、今、Amazon プライムで、見れますと
ということで、アマプラ会員の皆さんぜひ見てください。ちなみにナレーション、11月1日で解散してしまった。まあね、でも今、まあ、別に引退するわけではないので、V6 のあの、命が、はい、ナレーションしてます。それも含めて、優しい声なのよ、これがまた。ぜひ見てください。はい。ね、横田さん、みっちり暮らし。そうね、そうね。みちって、本当に。非常にね、多分このぐらいの時期から11月12月1月2月ぐらいはね、結構需要高いよ、僕ほんと。湯たんぽ代わりに使ってください。はい、ということでございまして、ナイスパでございます。はい、ケティさん、ナイスパです。信用取引だけはしないと決めていたのに、信用取引によって1200万円先週失いました。株は現物だけにしましょう。未来への自分へのメッセージ、アンジェス、手放しておいてよかった。あ、ラーメン代ですということで、ありがとうございます。1200万は痛いけど、もう何、本当に失ったの、それとも今核塩漬け状態。まあ塩漬けでもきついけどね。1200万か。いやー、でもアンジェスですか、手放しているということで。ちなみに僕はタイミング逃しまして、株を一切仕込まずに、あれよあれよと今に至っておりますので、そういう意味で言うと、ここので最近までのぐわーって上がってた調子の良かった、株式市場の恩恵は一切受けれず、まあとはいえね、その急落するようなところの事故も受けることはなく、のんべんだらりと過ごしております。株やりたいって人きっといると思うんですよ。で、まあ今銀行に預けてもさ、全然利息が増えるわけでもないじゃない。だから何かしらこういろんなところに出していくっていうので、まあこんな僕でも例えばそのなんかドルに変、ね、定期預金的な感じで、いくらかをドルに変換した上でドルで、持ってたりとかするんですけど、株ももちろんだから、まあね、株おじさんとしても、一時期ね、私、そんな死んだ魚の目をしているおじさんの前は、割と株おじさんとか株ってとか言われてましたから、そんな僕が本当に言えるのは、やっぱり信用取引は怖いと、やらない方がいいですよと。ぜひやるんであれば現物、まあ現物っていうのはその持って100万円だと100万円分だけ株を買う買い方なんですね。で、信用っていうのは100万円っていう現金を担保にして、まあ一時的にお金を大きく借りて、で、その大きく借りたお金で株を買うっていう買い方なんですけど、まあ当たった時はドンと上がりますけど、下がった時に、現物の場合は株が、例えば株いくつになりました、下がりました、マイナスに、まあ、ゼロになりましたって言ったら、僕の持っていた100万円で買った現物株はゼロになって終了なんですよ。信用の場合は100万円の担保にでかいお金を借りて株を買ってるので、下がりましたって言ったらマイナスになる可能性があるのね。これ、追証って言うんですけど、追加でお金をまた払わなきゃいけない状態で追い込まれたらもう終了でございます。ですので、株やってみたいなという方は、まあそもそもできないはずですけどね、現物はある程度経験した上じゃないと信用取引ができないように、アンケートとか確かあったはずなんですけど、少なくともそう なったとしても、信用取引は本当によくよく考えてやった方がいいと思います。はいね、はい、メルセデスさん、ビットコインは振りまくってますか。あ、じゃあ掘りまくってますか、ごめんね。ビットコインはもう掘ってないんですよね。昔掘ってたんですけどね。これひろゆき君と同じパターンで、本当ね、恥ずかしいんですけど、掘ってたんですよ。で、マイニングって言うんだけどね、ビットコインのこと掘ることマイニングしてたんですけど、結論から言うと、その時に、まあ、いくつか見つけたビットコインは自分のその時持っていた口座の方に入ってたんですけど、肝心のその口座の、情報がどこにもないと、忘れたという状態で終了しました。はい、さあということでございまして、次行きましょう。ちょっと待ってね。今日も美味しいな、メープルシロップが。ひげみきさんです。ナイスパです。ひげさん、こんばんは。こんばんは。毎週楽しい配信ありがとうございます。こちらこそありがとうございます。お化粧タイム、休憩中、シャワータイム、アーカイブも何度も見ています。毎日ヒゲさんチャンネル見ない日はありません。来週も楽しみにしていますね。ということで、やってる、まだやってるよ。なんか、バイバイって、なんか、ヒゲミキさん、
来週も楽しみしてますね、バイバイみたいなノリになってるけど、やってるからまだ、まだ営業中、ね、うん、自粛期間も抜けて、まあ、自粛なんかしてなかったけど、ライブ配信別に規制なかったから、やって、ね、見て、ね、でも来ていただけるのはありがたいので、ぜひ見ていただければと思います。はい、ね、よくわからんという人いると思うんですよ。基本的にですね、なんか僕もよくわかってないです。はい。なんかこうエンターテインメント的なことをやりたいってわけでもあまりないので、よく聞くのはですね、日傘の配信来てる聞いてると寝れると。で、いや、そんなバカなと思ったんですけれども、僕の方でも試しにですね、再生リスト作りました。ヒゲオヤジ一人ライブ配信みたいな再生リストっていうのを作ったんで、試しに流してみたんですよ。まあよく寝れんの。そりゃそうだよ。だって別に、だって話聞いても役に立つ話してないんだもん。ただなんか音が出てんの。そこそこの音量と、さっきビジュミスったから今回は多分あんま使わない方がいいと思うんですけど、なんか適当な音がずっと出てるだけで聞き逃しても損しないし、うん、まあ、聞いてる聞いたらなんかそこそこ心地いいんだろうね。だからね、なんかスッて寝れました。はい。で、俺自分の声だからさ、まあやっぱ自分のこと好きじゃん、自分って。だからもうじゃあ今日持って俺、いや、もう目ギンギンにしてね、あ、今のトークうまかったね、ヒゲさんみたいな、あ、今の俺面白いこと言ったなとかな、これここは今のはそうじゃなくてこういう言い回しすればもっと面白くなったのにとかって思うのかなと思ったんですけど、何にもなく5分で寝ましたね。うん。なのでぜひ皆さんね、寝つけないよとか、まあ明日も月曜日じゃないですか、日曜日そろそろねクールダウンして寝なきゃいけないと、そういう風にちょっと焦ってしまう人こそ、ぜひ再生リストをちょっと聞いてみて、ポチッとなと押していただいて、まあ、充電とかしながらね、画面とか見てる人一切ないですから、だって画面見てもこれじゃない、いらないいらない本当に、ね、だから最低画質とかにしといて 144p とかに、なるべくこうなんですかね、転送速度、負荷かけないようにして音だけ聞くみたいな感じで聞いてみてください。はい。うん。龍之介さん、今日試してました。ありがとうございます。はい。ね。野脇さん、声はすごくいいですよ。みゆさん、声がいいよね。とかね。なんかちょっとね、ちょっとだけ出てんのよ。ちょっとね、ありがとうって握手しようとして、いたってなる何かが出てるよ、みんな。うん。声がとかね。声はとかね。ペシカさん、睡眠学習よく、残念ながら学習にはならんのだ。本当に。だって、学ぶこと何一つないでしょ、だって。だって、嘘しか言わないんだから、こっちは。はい。ということで、ね、アンケート、ははははさん、アンケートしてみたらわかるよっていうことでね。そうですね。だから、24時ぐらい回ったタイミングでアンケートしましょうか。今、同説がそれなりにね、たくさんの人来ていただいて、本当ありがとうございます。おそらくですけど、このうちの多分もね、300人、400人は寝落ちしてますから。アンケート今から取って、で、YouTube 実はアンケート機能っていうのがあるんですけど、それを使うと、何人が参加してくれたかっていうのがあるわけですよ。で、おかしな話ですけど、大体今視聴数と同じくらいアンケートで参加してもらえると思うじゃない。もう全然いないの。はい。ということでね、じゃあ後でちょっと覚えたらアンケートをしたいと思いますし、覚えてるね、方がいらっしゃったらアンケートやろうか、そろそろって24時ぐらいのタイミングで出てくると思うんで、おそらくですけど、僕の予想ね、24時のタイミングで、まあこれぐらいの今同説数だとしましょう。1700人もいらっしゃって、本当ありがとうございます。200ですね。もう1500人はもうスマホ抱えてもこの状態でもう気絶してるみたいな。はい。もうこうなってくるとなんか寝れるっていうか、なんか出てんじゃねえかと。うん。もうね、そんな気持ちにもなりますけども。はい。では行きたいと思います。さあ、続いて行きましょう。みんなの小鹿さん、あ、ステッカーですね。そして広告番組さんも、ステッカーありがとうございます。そして続いてが、マクラメさんかな、ハンドメイド作家、はい、カノさんでございます。ヒゲさん、こんばんは、こんばんは。毎週仕事しながらこの時間を過ごしています。今日はヒゲさんなら答えてくれるかもしれないと思い質問をします。FF7 のエアリスのマテリアの色は何色なのでしょうか。小学校の頃からずっとこの疑問を抱えて過ごしています。エアリスのマテリアの色は何色でしょうか、ということでございますね。これまあ引っ掛けですかね。まあ大体皆さんもそのエアリスのマテリアの色って聞かれたら、まあ
応えると思うんですよ。あの色ね、ピンクとかコメントも来てますね。うん、白かなとかあるかもしれません。まあ、ミーさんはあれかな、ハテナなのかな、もしくは ピンクっていう疑問形ですね。はい。で、本田さん玉虫色とか、SG さん虹色とか、はい。ね、いろんな答えが。でもそんなにないか。やっぱりあんまり UF7 世代ではないのかな。まあ、最近リメイクもしましたけどね。うん。ね、ハギス色とね。大チャンネルさん、民剤と酒重ねて飲みながら見てますということでね、やめろ本当にどっちかやめよ、どっちかやめよ、うん、あごめん、はい、伊藤のりひとさん、ひげ親父ひろね、にゃきにゃきさん、ひげさんピンクね、にら肉みそさん、寝ながら見てるね、はい、キサイさん、なんか太ったなということでね、あなんか太ったわけじゃないですよ、いつも太ってますから、いいか、昨日よりも今日、今日よりも明日俺は太り続けるからね、これは約束するよ、うん、はあ、みんな知らないのかな、今ググるよ俺、本当に本当にまあ正直ちょっとあれかな、でも、まあ正直僕言っちゃっていいのかな、まあそうですよね、でもまあぶっちゃけ言います、ちょっとあの今僕はあのエアリスのやつはググってません、大丈夫です、安心してください、安心してくださいっていうのも変だね。まあこれはやっぱりあれかな、どうしよっかな、今ちょっと悩んでるんですけど、まあこれかな、やっぱりエアリスのカラーですよね。はい、お答えしましょう、ひまわりイエローです。ん、エメラルドグリーン、ん、違う違う違う、ひまわりイエロー、あ違う、あごめん、これキング&プリンスの高橋海人くんのメンバーカラーだ、ごめんなさい、あら、あごめんなさい、うん、今んとこね、あパリパリシーさん分かったよねあの俺の持ってる豆知識一つだけ説明させていただくと、まあ大体今のジャニーズのね方々っていうのはメンバーカラー持ってるんですよね、メンバーカラー持ってるんですけど、僕大好きなの、キング&プリンスさんのメンバーカラーがちょっとおかしいのよ。何かっていうと、まあ大体さ、例えば、それこそ V6 さんで言うとさ、まあ緑とかさ、黄色とか赤とかさ、まあそれだけなのよ。ね。キング&プリンスさんがあるのが赤じゃないのよ。例えば、平野くんっていうね、イケメン、くすぎか、まあみんなかっこいいんだけどさ、とかも赤じゃなくてシンクとかなのね、確か。で、で、中瀬廉くん、ヨアペダの、ね、実写版とかで、主人公の、坂道くん役をやった廉くんとかは、黒じゃなくて漆黒なんだよね。はい。だから、なんかね、ちょっとこだわりの色があるのよ。の中で、一番僕の中でハマったのが、文字面も長い、高橋海人くんの、ひまわりイエロー。イエローでいいじゃん、もう。ひまわりイエローってむしろ思う。ね。まあまあでもひまわりのような黄色というところがあったりとかしていて、あとターコイズブルーとかね。これジグジさんかな。うん。なんですけど、そんな中、まあ要はだから、漆黒とか、ひまわりイエローとかターコイズブルーとかなってるんですけど、そんな中でリーダーの岸くんだけ紫。いやいやいや、そこもなんかディープパープルとかあるでしょ、きっとみたいな。ね、あると思うんだけど、もうなんかね、シンク、漆黒、ね、ひまわりイエロー、ね、ターコイズブルー、ね、紫っていう、あのね、で、岸くんっていう子がすごくね、多分見たことある、ダッシュとかにも出てる、すごくいい子なんですよ。はい。だから急にこだわりなく紫がね、逆にね、岸くんっぽくてすごく好きっていう話がしたくて、今、キング&プリンスの色ネタを強引にぶち当ててみました。はい。ということでございまして、はい。ぜひ、キング&プリンス、あ、違う、FF7 ね。F7 もね、リメイクして、はい。皆さん、ぜひ遊んでいただければと思います。はい。答えになってなかったよね。で、答えは何なの？結局、エアリスのマテリアの色は。ね。でも、まあ、ひまわりイエローってことにしときましょう。ひまわりイエローです。はい。テンタさん。はい。ところで、ヒゲさんは何色ということで、あ、僕の色はやっぱあれですかね。牛脂ホワイトですよね、やっぱりね。うん、牛脂ホワイトか、まあ、腹黒ブラックですよね。
まあそれぐらいかな。他は何かありますかね、色的に。ヒゲブラック、まあヒゲブラックかな、まあ牛脂ホワイトかな、牛脂ホワイト、腹黒ブラック、肉まんみたい、いやホワイトかな、じゃあ肉、まあでもピザまんの方が好きだから、ピザまんってちょっと色ついてる、わかんないよねあれね。サーモンピンク、エトセトラさん、オフホワイト違う人です、それで、はい、それはそれでいいけどね、オフホワイトも、はい、海猫グラシさんをね、ブラックオアホワイトということでね、マイケルジャクソンかな、はい、壁を壊してもまた壁があるさんはシロップということで、色でもなくなったね、伊藤のイスさん、アンバー、それ濃さね、メープルシロップの濃さね、ほんと、ベースさん、トントロピンクね、うまそうだけどね、生は良くないからね、ちゃんと焼きなさいね、ほんと。島原さん、油色、何色なの、それつもり。ね、あの、白いのもあればね、透明なやつもありますからね。ピロピロさん、クリームパン色ということでね、クリームなのかパンの色なのか、どっちにしましょうかって話ですよね。シクラエグさん、ドドメ色ということで。まあまあ、まあ、大体近いっす、でも、確かに。はい。まあ、ダークっていうのがいいのかな。やっぱり、メープルシロップで言えばダークなんですけどね。はい。あ、でもやっぱ、キンプリリスペクトで、三重さんおっしゃるように、カレーマン色、イエローとかの方がいいのかな、俺は。カレーマンイエローはいいな。トントロピンク、語呂がいいんですけどね、NTND さん。食べちゃいけないからね、トントロピンクの状態で。はい。さあ、ということでございまして、ごめんなさいね、でもね、答えが出せず、失礼しました。続いていきましょう。りょうさん、ナイスパでございます。ヒゲさん、こんばんは、こんばんは。小さな飲食店をやっています。あら、素敵。バイトの女の子が一人でいるときにヒップホップダンスの練習をしています。公認。そこで僕は考えました。YouTube ライブ配信です。本人も開拓しましたが、ライブ配信という意味をよく分かってないみたいです。ヒゲさん、どう思いますか？面白そうかなか、怒ってやめちゃうかなということで、まず YouTube ライブ配信を何なのかはちゃんと理解させた方がいいですよ。じゃないと、よく知らない第三者に見られるわけじゃないですか。あ、でね、面白いと思うし、なんか割とノリでやっちゃうっていうチャレンジ精神って大事なんですけど、一個だけね、気をつけてほしいんですよ。これはね、僕の経験則で言います。ネットのやっぱね、女子は叩かれやすい。特になんか外見で。ま、俺以上に外見叩かれてるやつ見たことないんだけど、ないんだけど、おそらくね、おそらくだけどね、女の子はやっぱ外見叩かれて痛いじゃない。だから、やっぱね、本人がある程度覚悟を決めるっていうのは大事なんですよ。そこだけね、本人不在のまま進めるのはやめた方がいいよと思います。はい。ね、SW さん、叩いての約1名。そのね、1名が本当ね、そいつがね、2万人ぐらい聞いてんのよ。その悪口を。叩いてる約1名の悪口をね、2万人が聞いてるっていうね、フォロワー数で100万人以上が見てるからね、本当。それがね、それはね、やっぱある程度、なんだろう、でもへっちゃらって、強がりではなく、素直に受け止めれるかどうかって大事だと思うので、そこだけ、僕の感覚値です。これ、データは何にもないです。僕の感想だと思ってもらって全然いいんですけど、おそらくですけど、例えば顔出ししているクリエイターさんって今世の中たくさんいるわけですが、男性のクリエイターさんより女性のクリエイターさんの方が10倍以上、僕は、いわゆる容姿に対しての何かしらのコメントを受けてると思いますし、正直それはかわいそうだし良くないし、ただその中でも活躍している皆さんっていうのはそれに対してでもぐっとある程度腹を決めている人、まあ、もしくは、そういったコメントっていうのを見ないように対応している人、いろんな方いると思うんですけど、ただまあ覚悟はある程度あった上でやってる方々です。なのでなんかそのどうしてもキラキラ見えちゃうと思うんですけど、そのキラキラだけに憧れて安易に始めることだけはお気をつけくださいと。やるんだったら続いた方がいいし、続かないと多分面白くないんですよ。だからこそ最低限の覚悟だけは持って臨んだらいいんじゃないかなと思います。はい。
ペチクさん、メンタルがすごい人だけが残れる世界。難しいところで、なんかメンタル強い、まあ、メンタルがね、めちゃめちゃダメな人はやっぱり難しいと思うんですよ。こう、ネットだけじゃないんですけど、それは舞台でも、テレビでも全部一緒で、結局何かしらで、やっぱり批判、批評の対象にはなってしまうので、だからこそそれでも、大丈夫と思える場所で戦うべきかなとは思いますね。はい、そうだよね。だから、逆にね、今ここに見てる皆さんは高 IQ 集団でございますから、基本的にはそういうことないともちろん思うんですけども、やっぱね、結構響くらしいね。で、俺なんかほら、まあ俺も一応ほら、ビューティー系じゃないですか。なんかやっぱこう美をメインに売っている人間からすると、まあこう容姿をなんかこうネガティブに扱われてしまうっていうのは、やっぱりまあ僕のこう、なんだろうな、ブランドを下げてしまってるみたいなあるじゃないですか。まあ一応僕も専属モデルやらせていただいていて、まあビューティー、まあいわゆるアーティスト系のクリエイターさんとか、ゲーム実況者のね、クリエイターさんとか、いろんなまあ料理系とかあると、まあ Vlog 系とかいると思うんですけど、まあ僕はビューティー系としてやらせていただいているので、やっぱあんまりこう、そうですね、やっぱりこう見た目の容姿とかを叩かれてしまって、まあ僕が使ってるね、化粧水とかも売り上げが落ちちゃったりしますから、ほんとね、アラードのことなんですけど、すごいテカテカするんですけどね、もう、あ、ブーティー系って書いてある誰だ？はい。あ、今のは完全に来ました、今。はい、ブーティー系、ブーティー系笑ってる人はまあしょうがない。それは今、二次利用です。あ、一番最初書いたやつ誰だ？一番最初に書いたやつ。はい、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 はい。はい、あなたは、あ、よし、わかった。法廷で会おう。はい。ね、なんで、ここだけにしといてくださいね。特に本当にまあ、ガチの、マジでこう、やっぱりこう、ある程度見た目とかでも、気を使ってる方とかいらっしゃると思うので、ね。それこそこう、ライブ配信する前にさ、やっぱりちゃんとメイクしたりとか頑張って、ね、それでも、普段よりも、ちゃんといいものを出そうっていうふうに頑張ってらっしゃるクリエイターさんたちには、そういった揶揄の言葉はあんま飛ばさないであげてほしいなとは思います。はい。ね。ブーティー系って書いた人は残らず、もうね、残らずハーチューしますから。はい。あ、やめときましょう。はい。さあ、ということでございまして次行きましょう。どっかな、どっかな、次読んでたのが、信明さん、ナイスパーです。あ、信明さんですね。ヒゲさん、こんばんは。こんばんは。いつもありがとうございます。こちらこそありがとうございます。ブラジリアン柔術やってる55歳です。今まで職場から県を越えて移動を規制されていたのですが、最近解禁されました。そろそろ総合の試合に備えてグラップリングの大会には出ようかなと思っています。ヒゲさん、応援お願いします。頑張れと言ってもらえませんか。信明さん、怪我のないように、そして全力が尽くせるように頑張ってください。はい、ね、もうボケなしですね。55歳でブラジリアン柔術やってる方ですから、すごいわ。で、大会出るんですね。あれ、でも大会さ、確かなんか怪我とかもあるから、そのね、年もあるし、なんか家族の方から禁止食らってませんでしたっけ、そういえば。なんかそんな気がしたんですけど、まあでもなんかそこら辺はあれなんか、かもしれないですね。まあ前にそんな話を伺ってから相当時間経ってますから、そこは理解していただけたのかもしれないですね。まあ、とにかくでもやっぱり怪我のないように、はい、ね、素晴らしい大会自体は素晴らしいと思います。格闘技自体も素晴らしいと思いますので、ぜひ、はい、無理のないようにだけ、はい、して臨んでいただければと思います。普段の2倍準備運動をしてください。はい、りょうさん、ひげさんは何充実やってるのということでね。なんだろうね、何やってんだろう俺。充実っていうか、ジュージューしてるよね、いつもね。あ、肉をね。そこら辺、まあ大体なんだね、炭塩かな、だ炭塩ジュージューかな。なんかもう完全になんか安めのチェーン店の名前だよね。なんか炭塩ジュージューとかさ、ね、カルビジュージューとかなんか。え、ステイさん、論破充実、あ、ひろゆきさんですね。
はい。謎の肉充実とかね。ああ、そう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 。ねえ。いやー、ということでございまして、ぜひ、野辺さん頑張ってください。そして続いていきましょう。みんなの小鹿さん、ナイスパーです。日経225などの、あ、指標先物が好き、先物かー。私に一言お願いいたします。ということで、先物ですね。まあ僕、先物本当に手出さないんで、あれなんですけど、まあ要は先を見て、上がるようだったら、買いから入って、売るっていうパターンですし、逆に下がるだろうっていうのを 目星をつけていけば売りから入って買い戻すっていう、こんなことを先物ではできるんですけれど、基本的にはですね、さっきの信用取引と一緒でレバレッジがかかる、レバレッジっていう説明があれなんですけど、まあ要はたくさんお金を、元手がこれだけしかないとしてもこれだけのお金を扱えるみたいなルールが用意されてて、でそれを元に売ったり買ったりする、でその差額によって損するかね、得するか、あ、そうするか得するかっていうのが分かるようなやり方で、いやー、まあ、日経225だったらいいけど、小豆とか絶対行かないでねっていうぐらいかな。小麦とか。はい。で、俺、漫画とかの知識しかないんであれですけど、あれなんでしょ？小豆相場とかってさ、その先物とかで、要はさ、100万円ぐらいしか求めないけど、さっきみたいにちょっと借金みたいな感じでさ、大量にお金持ってると感じがして、まあ、100万円の小豆を買って、おそらくその 0. 何円か、まあ、数パーセント上がるか下がるかみたいな相場感だとしても、そんな儲かんないじゃん。100万円が102万円になりました。ね。100万円分の小豆を買って、102万円になったから売りましたってなって、2万円しか儲かんないと。手数料とか引かれたらさ、多分もう1万円も残んないわけですよ。みたいな取引してても、全然まあ、やっぱりこう、それって投資っていうのみたいな感じになるから先物扱いになって、例えばですけど小豆とか1トンとか買うわけですよね。で、じゃあそれがある大失敗しましたとね。で、買ったけど結局それに対して回収ができなくなりそうだっていう時の、じゃあ小豆相場の仕切ってる方は何をするかっていうと、なんか小豆送ってくるらしいね。1トン買ったら1トン1等分買ったら1等の小豆がなんかお家に届くらしいぞ。うん。そんな何？最終的に暴力みたいな方法で解決するのね。はい。困るじゃん、家に1トン来ても。ね、ね、嫌でしょ。じゃあ、ちゃんとね、先、今回の取引でダメだったマイナス分はちゃんと補填してくださいねっていう話になるらしく、超好き。そういうの超好き。ね。しかも1トンとか少ない方でしょ。10トンとか100トンとかあるわけでしょ。ね。もう、大勝ちしたいから大金かけた場合って。ただ、本当かどうか知らないのよ、これ。うん。そこだけ、僕はあくまで漫画で得た知識で、すみません、金貸してください。どうしたの？小豆相場で失敗して。このままだと、うちに小豆が3トン来るんです。みたいなのが前、漫画で見て、すげえ面白い世界って思っちゃったんですけど、はい。ぜひぜひね、はい、皆さん、先物は本当に読めないから、僕はもうおすすめはしません。はい。ね、T さん、1トンなんてハイエース1台分じゃんということで、それが家に届いてご覧なさいよっていう話なのかな。はい。あ、そして、そうです。西原理恵子さんです。国語番組さん、正解。ね、西原理恵子さんの、誰だっけあれ、どんちゃんさんかなんかのエピソードやね、確かね、先物手出して大借金しましたみたいな。はい、ということで、みんなの小鹿さん、まあとはいえ多分分かった上でやってる感じがするので、この質問の感じだと、はい、まあ楽しくね、無理はしないように、ゼロになってもいいんだぞと、マイナスを回避するね、だいたい失敗するときってちょっと損してるときにその損を取り返そうとして冷静な判断がつかなくなって大負けするパターン多いんですよね。なので、そうじゃないように見えるので安心して見てますが、見ている皆さんは安易に、はい、信用とか先物とかには手を出さない方がいいですよというお話でした。はい。ね、ひろひろさん、ひげさん一人分でしたっけ？そうそうそう、僕のね、いかないんじゃね、でもね、実際1トンは詐欺だからね。ねえ、100トンぐらい行きたい。はい。
次行きましょう。無職王さん、お、無職王さん来た。ナイスバでございます。こんばんは、こんばんは。私は VOK を聞いて国際情勢を把握し、はいはいはい、みんな来たよ。 VOK ですよ、 VOK ね、 VOK 皆さん覚えてますか。はい、必修科目ですよ、ひげおやじのこのチャンネルにおいてはね。 VOK ね、国際情勢を把握できる VOK、 さあ一体何でしょう。あ、しまあさすが常連の方はもう素晴らしいですね。はいね、そうですそうです、ボイスオブコリアね、朝鮮の声ですね。ボイスオブコリアです。ボイスオブコリア、これあの北朝鮮からあの様々な北朝鮮の情報っていうのを海賊電波みたいな感じであの飛ばしてるんですよ。すげえ何十カ国語にも変換して、だから日本でも聞けるのね、北朝鮮のラジオって。それのことを VOK って言うらしいのよ。で、要は北朝鮮がいかに素晴らしいかみたいな、いかにかっこいいか強いか素晴らしいかみたいな話をまあ広報としてやっているっていう国際戦略らしいんですけど、それが VOK と。はいね、あ、石川県とか届くんだね。はい、そうです、テストに出ますよ皆さんね。いいですか、いいです。僕らは本当ここでは役に立たない知識しか埋め込みませんからね皆さん。はい、嘘か紛らわしい知識か、あの役に立たない知識しかみんなあの教えないですから。そういう意味でもう VOK は僕一押しなんですけど今。まあ、そんな話でございます。じゃあ戻りましょう。無職さん、私は VOK を聞いて国際情勢を把握し、こちらの生放送を訪問するなど王としての多忙な公務を行っています。無職王さんでございます。近々永田町へ視察に行きます。近年人気の鬼滅の刃などの漫画作品を読破する公務のためです。国会図書館かな。そこでヒゲさんのおすすめ漫画3選を教えていただきたいです。できれば完結しているもので。うわー、ずるい、しまったー。俺だ、今いの市に出そうとしてるのが翡翠峡来たんですからね。はい、あのコミックコンプで連載していた、広井霊先生がね、初めて多分連載やったのかな、違うかもしれない、雑食かもしれないけど、広井霊先生のやっていた翡翠峡来たね、全2巻未完で終わってますよ。最後のコマがね、東洋のまたはり、川島よしこがそろそろ話題の出番だねってガラッて出てきて、そこで打ち切り。はい、正確に言うと廃刊。はい、ということで早速まあ僕のね、ね、三決のうちの一本がちょっとやられてしまったんですけどね。シクラエコさん、エデンとか海洋記あたりのちょっとコアなやつを、なんだろうな、まあ宇宙家族カール・ビンソン、ワッハマンっていう浅利義藤先生固めっていうのもね、はい、ちょっと考えたんですけど、おすすめか、なんだろうな、まあ、少なくともちょっと無職王さんの腰を折るために僕が言うんだったら、盗掘王、何しようかな、もう一個何しようかな、ゴッドオブブラックフィールド、これだけレベルアップね、このウェブ漫画じゃないと読めないやつですよね。はい、あ、カール・ビンソンもね抜けてましたね、確かにね、ね、あ、彩香さんごめんなさい、まずはダンヒロだよね。はい、なさそうだよな、図書館、国会図書館なさそうですけどね。はい、あ、素晴らしい、こち亀、あ、いいですね、こち亀、あさりちゃんね、ゴルゴ13と、あ、解決、あ、ゴルゴ13はまだか、あさりちゃんももしかしてまだやってんのかい、そう、完結していて長いやつにすれば、横山ミステル三国志とか、はいね、修羅の門とか、そこら辺にすればいいのかな、うんね、あ、田中聡さんいいっすね、赤点教師、泣き下と小鉄ね、はい、少年ジャンプのね、うん、あのすごいよ、マサルさんでもネタにされたことでおなじみ、はい、赤点教師、梨本小鉄は確かにおすすめですね。あと読みやすい一巻でおりますから、はいね、あ、天太さん、コボちゃんとかね、あ、コボちゃん確かに完結したし、うんうん、そして、パンパンさん、俺だけレベルアップは、書籍出てました、そうでした、書籍出てましたわ、なるほどね、ミュウさん、シティーハンターね、
カイコさん、変。あ、そうですね。だから、エンジェル。フェンデショーワルキューピット。あ、ビデオガールかな。うん。あとは、いけないルナ先生だっけ。ね。まあ、そこら辺の、少年系、お色系、御三家とかね。コメント、カイジ。あ、カイジもいいですね。シクラクさん、ファミリーコンボ。あ、北条司先生いいですね。はい、のだめ、ジャリンコチ、サザエさん。あ、確かに、ブラックエンジェルもいいんだけどね。マジでします。まず、北斗の剣。これはね、マジでいいっす。やっぱり、北斗の剣はね、何度見ても面白い。で、こっからどっち行くかですけど、うわぁ、寄生獣出したいな。寄生獣かなぁ。いや、寄生獣。いやでもなんかもっと他の何か完結したやつか。スターダストボーイ、セーラームーン、マインチングマチコ先生もね、そうだね。エヴァンゲリオン、オレンジロード、あとはあれかな、最近読んでなかったから今出てくるの遅かったけど、やっぱ永井豪先生のデビルマンだよね、アニメじゃない方。バターシキング、花の刑事、あ、いいですね、彼氏彼女の事情、あ、それもいいですね、彼彼のもね。ドミノさん、なんだろう、日暮さんの放送見れたけど嬉しかったら自分に驚いたんで、あ、いらっしゃいます、ありがとうございます。かやきレイさん、カボチャワインね、いいですね、 L はね、ラブの L でございますよ。はい、メルセデスさん、ナルトやブリッジは違うのかなということで、ナルトとブリッジもね、もちろん見るべきだと思いますし、やっぱ、ま、ちょっとマニアックですけど、ワンピースとかっていう、ちょっと矢沢さん、矢口さんはちょっとね、ネタにするような、振りもちょっと考えましたけどね。シクラエコさん、いいとこ選びますね。ギャラリーフェイクとかいいっすね、確かに。ね。愛しのバットマンも好きなんですけどね。はい。ピンクマリオさん、ランマ。ね。あ、ニコラス・ケイジ、ごめん。モデレーター権限付与しなかったね。はい、おめでとうございます。ニコラスケージモデレーター入りしました。はい、チャンネルメンバーシップになると強制的にですね、モデレーター権限を付与されるという強制労働が、はい、しなくていいです。でもね、で逆に見てる人はモデレーター権限持ってる人がこんなにいるにもかかわらず、なんかコメント荒れてモデレーター仕事しろよとかっていうのは一切言わないでください。いいですか、このチャンネルでモデレーター権限持ってる人はわざわざお金を払ってチャンネルメンバーシップになってる人か、ひろゆくんかその奥様しかいませんから、はい、ね、ということでございまして、ぜひぜひモデレーターさんを攻撃することだけはないようにお願いします。はい、ね、薄木隆二さん、強制労働ね、恐ろしいですよね、本当に。はい、本田さんね、本田さん、違うやつついてるから、うん、モデレーター権限以外に普通にスパムの絵文字使ってるから、千張さんもそうよ、山田智子さんもね、うん、あー、小熊組さん、ガンム、確かに、そしてパリパリシさん、ダーティーペアもいいっすね、うん、初めてさ、みんなあげちゃう、みんなあげちゃうか、うわー、夏いな、島原さん、ボボ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 とかね、うん、無職をお金払って義務を負ってすごい世の中ですねっていうことで、そうなんです、無職王にはわからない世界なんですよ。ということで、メルセデスさん、ドリフターズで終わったっけ、終わってないです。あ、だそういう意味で言うと、だからヘルシングはいいですよね。もう終わってるから。バルさん、武蔵の剣。ああ、いいね。小熊組さん、強制労働省に入賞おめでとうございます。うるせえ奴ら、ランマ、東京大学物語。ね。このぐらいかな。あ、ファントムブラいいね。ああ、古いな、俺ら。ほんと。あと、山下太郎くんとかも今見るとガッとくる気がします。ということで、今出た作品、伊賀の川丸もいいですね。ヤンさん、ママさん、ありがとうございます。ニグラスケイジさん、明日天気になーれとかね。パリパリさん、ミスター実行。うん。ね。NS さん、ロアナプラ、かな？違う、間違えた。違うやつ読んじゃった。はい。ラジオマン、知らないのかということで、アサリ先生だっけ、ラジオマンって。違うか。いやー、俺も漫画ね、詳しいわけでは。そうだよね。浅利義雄さんのあのやばいやつね。やばいという言い方がいいのかどうかあれですけど。はい。ということでございまして、参考になりましたでしょうか。まあ、結論から言うと、だから僕のおすすめですよね。なぜか翔助。ずっていうやつでおなじみの。なぜか翔助。わあ、わあ、わあ、ボケるの、今、ためを作るの失敗したな。空の大地？違う、風の大地だっけ？ゴルフマンが。はい。ダメだ、もうダメだ。もうダメだ。
風の大地、そうだね、風の大地だよね。ビッグコミックオリジナルですね。はい。そして、金色のガッシュベル。あ、本当にいいやつじゃん、それ。いやいや、今までのやつもいいやつなんですけどね。はい。ということでございまして、参考にしていただければと思います。はい。じゃあ続いて、あ、榎本。あ、そっか。それもいいですね。はい。ぜひ、よろしくお願いします。さあ、では続いていきましょう。完結はしてたよな、今挙げたやつって。はい。はい。ぜひぜひ、無職をこれからもよろしくお願いします。まあ、ぐらいかな。ちょっと、やっぱごめんね。コメントを皆さんもたくさん書いてくれてありがとう。はい。火の鳥は、あれは完結したと言っていいんだろうか。ちょっと悩む。悩むが、よし、一旦忘れよう。さあ、続いていきましょう。パピコさん。ありがとうございます。ラジオ番組でメール採用された経験ないけど、課金すれば読んでくれるヒゲさんの番組、私の夢を一つ叶えてくれました。いつもありがとうございます。ということで、あ、こちらこそありがとうございます。はい、ということでございまして、そうですね、なるべく読む、まあ読まない可能性もね全然ありますから、そこはすいません、無理のないようにというか、無茶のないようにお願いいたします。さあ、そしてコグマ組さん、ナイスパーです。任天堂さんが 数年前、睡眠を楽しめるゲーム機を作ろうとしてボツになったようですが、さよなら日曜日は睡眠系エンタメとしてもうやっちゃってるのが素敵です。任天堂からオファーがあったら、ひげおやじ流の茶道でお迎えくださいませ。ということで、そんなのあったんだ。なんかやってそうな気もするけどね。確かになんか健康で、ほら Wii Fit とかがすごいうまくいったじゃないですか。はい。なのでなんかそこら辺の健康器具的なやつっていう何かしらっていうのはあってもいいのかなと思います。はい。だからまあ嬉しいけどね、そんな話がもし任天さんからいただけたら。はい。やめろって言われる可能性もありますけどね。はい。不愉快ですっていう。いやいやいや、すいません、本当に。まあ喜んでいただければ幸いでございます。さあ、そしていきましょう。ナベリウス伯爵さんです。はい。ヒゲさん、パスタとパンチェッタ作れて、最近雑貨屋さんの店員さんから、このコーヒー美味しいですよとか、あの料理どうでしたみたいなことを直接近くに来て聞かれて、普通ならキュンキュンしてるのかなと思ったので聞きます。はい。ほうほうほう。雑貨屋さんの店員さんから、このコーヒー美味しいですよとか、あの料理どうでしたみたいなことを直接近くに来て聞かれて、キュンキュンしちゃってるのかな。ナベリウス伯爵、ヒゲさん結婚してますが恋愛に興味なかったとも聞きます。結婚するきっかけは何ですか。ということで、何ですかね。まあ縁かな。はい。なのでぜひそちらの方はですね、あんまりそういう意味で言うと、確かに結婚願望はしなきゃいけないみたいなことはもちろんあったんだよね。だけど、まあ楽しいしなみたいな、みたいなところもあったんですが、まあその時にね、もうその今のうちのまあ家内というか奥さんというか妻というか相方というかとは、まあまあまあ付き合ってる状態だったので、そうですね、はい、しよってなりました。はい。やばい、ちょっと汗かいてきた。ちょっとだけ待ってね。ちょっと逆にちょっと恥ずかしくなってきちゃった。ちょっとだけ皆さん、しばしお待ちください。はい、ごめんなさい、ごめんなさい。はい。ということでございまして、ナベリウス伯爵ね、僕はそんなドラマチックな出会いはないから、まあ気がついたら結婚してましたよということで。はい、よろしくお願いします。そして、ニコラス・ケイジ、あ、メンバー6ヶ月かも。ありがとうございます。お疲れ様です。ケイジです。お疲れ様です。おとといからエターナルズ始まりましたね。明日見に行ってきて、ヒゲさんにネタバレ DM しますね。あ、ブロックします。さて、来月沖縄に、あ、
なるほど、行ってきますと、寒さをね、避難 しないに行きますと、軽石問題見落としてました。いつ頃沖縄の美しい海に戻ることやらということですが、あれでも軽石問題ってなんか消えたんじゃなかったっけ？ね、僕勝手にそう思ってたんですけど、また復活しちゃったっけ？なんか一日でパーって消えたから、まあまた復活するよね、みたいな話になってて、結局軽石問題って今どうなったの？分かってないけど。はい。モーニングさん、ヒゲさん、今週もお疲れ様でした。来週も頑張りましょう。ですね。はい。ペシカさんも、あ、未解決、消えてない。今日行ったけどなかった。あ、沖縄の方いらっしゃった。今日行ったけどなかった。シャットアウトされるわな。ね。浜には残ってる軽石、まだあるよ。ああ、そうなんだ。まだ消えてない。まだあります、軽石。あ、ありがとうございます。そうなのか。そうか、でも来月解決してるといいんだけどね。まあでも海には行かない。まあ景観的にはね、もしかすると求めていたあの美しい海みたいなところっていうのが残念ながら見えないかもしれないですが、地元の方はさておいてですよ。地元の方は当然もう解決したすべきですと思いますし、なぜかというとずっとそこで、生活に関わるから。まあ、例えばニコラス・ケイジに対してのこのね、ニコラス・ケイジ宛ての話だとすると、逆に言えば軽石を見れるタイミングってなかなかないと思うんですよ。そのなので普段とは違う沖縄が見えるチャンスだと思って楽しめばいいんじゃないでしょうか。沖縄に観光する人の場合ね、これはもう一回言うけど、沖縄に住んでる人たちからすればもうすぐになくなるべき話だっていうのは大前提として置いきつつ、はい、なんかせっかく沖縄行ったけど軽石のせいでなんかがっかりした、もう沖縄嫌いみたいな風になる思うようなことではなく、わあすげえこれがあの軽石かみたいな、生で見れたすげえみたいな感じで、それ自体もちょっと観光客の人はエンタメとして楽しんでほしいなと思いました。うん、はい、ということでね、まあここまでなんか大前提とかフォローとか入れなきゃ説明が大変なことになっちゃう時点で、あんまりもう軽々しく触れちゃいけないよね、軽石の話なのに、みたいな感じで終わりにしたいと思います。はい、てるさんナイスパです。北大路金也さんこんばんはこんばんは、はい、北大路金也です。ひげさんはね、バービーボーイズのどの曲が好きですかまたマックって使ってますかごめんごめん、バービーボーイズ俺音楽ほぼ聴かないんですよ。僕がじゃあおすすめの楽曲はパンテラっていう世界で一番うるさいバンドの続枠っていうアルバムですね。その中の、ファッキングホスタイルっていう曲がとにかく目覚ましに最適です。ぜひ聴いてほしいです。一番最初にえらい攻撃的なシャウトでワンツースリーフォーっていうリズムから入る、もうゴリゴリの、音楽でございます。はいね、パンテラ、パンチラじゃないよ、ピグマリムさんね、パンチラ、パンテラですね。はい、ぜひぜひ、聞いていただければと思いますので、はい、ちなみにマックは使ってませんね。うん、バービーと全然違うじゃねえかって言われて、本当そうだよね、申し訳ない。はい、なぜかというと僕は中学生ぐらいの時に目覚まし時計に使っていたのがそれだったってことですね。マジでね、心臓が爆発するかっていうぐらい、最初のね、ワン、ツー、スリー、フォーっていう、攻撃的な、今、すごい抑えた言い方ですよ。多分どっかで聞けると思うので、そこだけ聞いて爆笑してください。ほんと、あんな攻撃的なワン、ツー、スリー、フォーはないと思いますので、ぜひよろしくお願いします。はい。そして行きましょう。奈良市さん。はい。ナイスパーです。回らないお寿司屋さんに行ってみたいのですが、東京でヒゲさんのおすすめの店はありますか？小僧寿司ですかね。回ってないですね。千代田寿司とかも確か回ってないはずです。はい。ね。おすすめかどうかは一旦置いといて、回らない僕の知ってる寿司屋さんを紹介してみました。ね。持ち帰り専門なのでね。おそらくその、お店に行ってもぐるぐる回ってないはずです。はい。回らない寿司屋さんのおすすめとか正直ないよ。大体うまいよ。でも一番、値段はちゃんと取られるけど、間違いないのは、多分築地とかに、市場に行って、そこでやっているお寿司屋さんは、少なくとも変なものは出てこないですね。ね。
ということで、ぜひぜひご参考に。で、回るやつは、どれもこれも、一定のクオリティは保ってるので、どこ行っても大丈夫だと思います。はい。ね。ただ、それを軽く凌駕してくるのが北海道ね。北海道の寿司屋は本当にどこ行っても本当うまかったわ。ということで、ご参考になれば幸いでございます。はい。そして古代戦士ハニワは香る、あ、すいません、ハニワットね、ハニワットは本当にすいません、未完なので、ハニワットまだ連載中だよね、ハニワット、そしてまだ買ってません、すいません、買おうと本当昨日も思いました。ただだんだん面白くなってきたので、これはまた来週に引っ張りましょう。はい、ハニワット、はい、読んだら感想言います、よろしくお願いします。そして広告番組さん、ナイスパーです。すげえねみ。でも今日寝たら配信になる気がするから起きろ。すいません。配信終了ともに水飲んで寝ますと。はい。ね。そして連発して広告番組さん、ナイスパーです。なぜ旦那様は広い気が出ないのかということで。まあね、コメントの方で最初の方に書いてもらえて本当ありがとうございました。はい。ね、俺、あれを、そうか。漫画という認識はちょっとしてなかったのはちょっと申し訳ないですね。うん。なんだと、あれはなんだか。なんて言ったらいいんだろう。漫画だよね。漫画なんだけど、なんかドキュメンタリーというかね、なんか、まあ、俺からすると同人誌でもあるからさ、もうなんか、そうだよね、世に出てる出版されてる本なんですよ、商業誌なんです。商業のね、ものであることは理解してるんですけど、はい。ぜひぜひぜひ、はい。そして長島さん、私も結婚願望がなかったのですが、結婚して6年後に不倫されて、泥沼離婚しました。やはり縁なのでしょうね、ということで、なるほど。まあでも離婚できてよかったですね。ちょっと泥沼っていう言葉は引っかかっちゃいますけどね。とはいえ、不倫されたっていうのはね、お辛いと思いますので、離婚ができてよかったんじゃないかなと思います。はい。さあ、ということで、炭酸水おいしいさん。ひがさん、女の子2人はべらかせて、ディズニーランド行ったことありますか？スターウォーズのアトラクションの列で前にその集団がいて、若い女の子2人にうんちくを垂れている姿は不快そのものでした。私はヒガシさんのファンです、ということで。スターウォーズのアトラクションにまず乗ったことねえな俺、そういえば。女子2人はべらかせてのディズニーランド、つまり3人ってことですか？記憶にねえな。母ちゃんとばあちゃん？はい、あ、アンケートありがとうございます、アンケートありがとうございます。さあ、ありがとうございます。じゃあ行きましょう。はい、こんな感じです。今チャット欄に出ると思います、アンケートをやりたいと思います。さあ、今出てると思います。皆さんに伺いましょう。起きていますかと。ね。非常にシンプルなものでございます。ね。うん。さあ、偽ひげさん？偽ひげさんがいた？はい。ね、ソラリクチャさん、兄弟かいとこじゃないの？っていうね。やっぱり別人だったのか、よかったってこと。あ、いたの？俺っぽいやつが。へえ。頭にタオル巻いてた。やべえな。ね、さあ、ということでございますけれどもね、さあ、じゃあ一ついきましょう。ひろぴょんさん、ナイスパーです。ひろさん、こんばんは。こんばんは。先週の放送を見てお寿司が食べたくなり、スシローへ。1回目の、カツアワビかな、ガリッ奥歯がかけました。うわーわー、よかった、読まなくて店の名前、仕方なく茶蒸しだけ すすって帰ってきました。火曜日まで歯医者予約取れず、毎日豆腐と茶碗蒸しです。責任取ってください、ということで。いやー、申し訳ない、本当に。シローがね、本当、うちのシローが本当に申し訳ない。しかしですよ、しかしですよ違う違う違う、そっか、真珠が入ってたんだね、アワビの中に。うわー、運が良かったような悪かったような。いや本当に、あのね、アワビ、いいアワビだったんでしょうね。きっと真珠が入ってるアワビで、真珠で歯が欠けてしまったということですから。ぜひぜひ、まあ、その真珠はね、お持ち帰りいただいて、大切に保管していただければと思います。マジで痛かっただろうね、でもね。奥歯欠けるぐらいのガリだもんね。
わかりました。では責任を取って私またはい寿司ライブ配信させていただきたいと思います。よろしくお願いします。さあじゃあ行きましょう。結果の方でございますね、アンケート終了します。さあというところでございまして、結論からいくと結局ほらほら、アンケートの総数467票ですよ。本当にほら、だからもうねよく寝れるんだね。うん、500人もいない、押せなかった、押せなかったの、みんなね、そう総数467票ですよね。いいえを押した 8% は一体何なんだって話はもうね、もう申し訳ないよ。これに関してはもうだからもうね、いいえ押した云々の話の467票の方にかすむっていう話ですよ。ね、結論みんな寝てるんです。はい、ね、ただ逆に言えば、あ、志倉さんそうですね、467人のもう方はまだ起きてらっしゃるということでね、きっとまあ多分あれでしょうね、今ちょうど外苑前とか走ってるんでしょうね、ジョギングしながら、それなんか聞いている、まああとは港区女子ですね、合コンしながら聞いてらっしゃるとか、まあそういった方々がやっぱり一定数、まあ高 IQ 集団の、まあこの中に紛れておりますので、まあ結果的にそういうところもあるのかなとは思います。はい。ね。リオンさん、思ったより起きてるっていうことでね、俺はびっくりだよ、本当に。1800人って、だって1300人か1400人弱ぐらいがね、もう、もう夢の世界旅立っちゃってんだから、本当に。ノティさん、いい絵をしたから寝てるからということで、あ、モデレーター権限付与します。ごめんなさい。はい。はい。強制労働省に加入、ね、入賞いただきました。ありがとうございます。はい。ね。島原さん、起きて。寝てるね。田中聡さん、異世界食堂を見ながら聞いてる。あ、今やってんのかな？はい。RT さん、ヒゲさん、お腹すいたということでね。あ、よかったら糖分とか摂取するといいかもしれませんよ。古代弁護士花山薫、はいは押し間違い、なんだそれはね。そして三月さんかな、あ、また名前忘れちゃった、ごめん、読み方分かんなくなっちゃった。ヒゲさんの声で夜泣きの赤ちゃんは寝ますかねということで、どうなんですかね、たまにでも僕がちょっとトンチキの音とかを流すと子供が起きたとか犬が吠え出したとかね、うん、寝ていたペットが急に暴れ出したとかあるらしいので、もしかするとそうじゃない時には寝てるということでしょうから、もしかしたらこう落ち着く効果もあるのかもしれません。みーさん、ヒゲさんの LINE スタンプ声付きの欲しいなということで、さあさあ作ってくれる人がいればいいんですけどね。ねえ、みーさん、見てたゲーム配信終わったからこっち来た、あ、いらっしゃいませと言いながらも、僕らも言うてもね、この配信っていうのは何の配信かって言ったらさ、明日に向けてとにかく寝なきゃいけないけど、まあ金曜日の夜からね、日曜日にかけて、どうしてもちょっとこうリズム感が、生活リズムが崩れてしまって、寝たいのになんかちょっと寝れないなみたいな人がクールダウンするための配信ですから、まあまあ、まあもなく終わるんじゃないかなと勝手に思っておりますよ。はい。ね。そして、リミヒさんって読むのかな？ K さん。押し忘れたけど起きてますよ。あ、押し忘れた方もいるという。まあでも、多分レアケースだよね。おそらくは。ヒゲさん、チャット欄見てなかっただけってことにしようとかね。あ、まあ確かにもう、でもそれってもう要は寝てるってことなんじゃねえかな。もうスマホをね、どっかに置きっぱなしにして、目を閉じて暗い部屋の中でね、はい、ゆっくりと、ゆっくりと息を吸って、吐いて、吸って、吐いて、みたいなことで、もうまどろんでいる状態なんじゃないかな。ね。マリアンさん、寝落ちして帰ってきたよということで、ね、やっぱ寝落ちするんだね。うん、でもいいと思います、眠ってください。そして月さん、いつも眠剤飲んでるから聞いてますよって、ああそうなのかい、うーん、まあね、はい、ゆっくり休んでもらいたいなとは思いますけど ね。さあということでいきましょう。みんなの小鹿さん、ナイスパです。先日ひろゆきさんの奥様が、ネット配信初出場してました。あら、そうなんだ。静止画見てると誰にも似てない美人さんと思ってましたが、動画を見たらびっくり。笑顔で会話に相槌を打つ表情が菅野美穂さんかと思いました。教養あって素敵な女性だと思いました。機会があったら奥様に出演ありがとうとお伝えくださいませと。あれかな、
アベマかなんかかな、あのテレビのやつは僕見たんですよ。ネット配信初出場ってなんだろう、先日だから最近出たの、出たのかね。よけさん、年末年始広く帰ってくる、全く分かんない、ごめんね、本人に聞いてみてくださいね。まあ帰ったら会いたいけど、まだ会えないんじゃないかな。田中聡さん、久々に面白いラジオということでね、面白いラジオ自体をやっているつもりがなかったけど、なんかそう言われるとなんかプレッシャーね。はい。久藤さん、日経テレとアベマかも。あ、そうなんだ。YouTube で見たよ。出てました。テレ東です。あ、日経テレとすごいな。だからもう今さ、サイバーエージェントさんね。だからアベマ TV と TBS とテレビ東京で引っ張りだこだよね。ひろゆきくんコンテンツは。リハック、あ、リハックに出たんだ。すごいな、みんな。やっぱりこう、そういう側面を出したいんだろうね。そうか。まあまあまあ、僕もね、あの漫画読んで爆笑してた男ですから、面白いとは思っちゃうけど、自分で番組やるときには、やっぱちょっと遠慮しちゃうな。ね。だからまあ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 、ね、なかなか多分そういうのに出慣れてもいないとは思うので、なんか結構ね、その消費財として使われることも全然あるので、そこだけ気をつけてほしいなとは思いますね。花山薫、それに引き換えうちのひげ親父はということでね、もう全部断ってますから、僕はもう本当に NHK 以外全部出る気がないので、本当嘘、あったら全部出ちゃう。あったら全部出ちゃう。ね。横浜さん、素敵な奥様でしたね。素敵な奥様でございますよ。千葉さん、いつまでやるんですかということで、間もなく終わるんじゃないかなと思います。ステラルースさん。はい。アメリカとフランスと日本との対談でしたよ。どういうことだろう。はい。リュウさん、ヒケさんどこに、そしてまあ僕が多分ねオファーがあって、まあきっと出るんだったら MX あたりじゃないの、MX あたりじゃないのも超失礼だけどね、超いい曲だからね、あの東京 MX って。星空さん、ここだけでいいんですが、ひろゆきさんとプライベートで仲いいんですか。めちゃくちゃ仲悪いんですよ、本当に。もう会えばすぐに喧嘩ですからね、僕らは。本当拳でしか語り合ったことがないですから。まあ、YouTube にもね、過去の動画たくさん残ってると思います。まあ、このチャンネルでもね、それこそまだフランスに行く前のひろゆきくんと一緒に撮っているライブ配信とかも残ってると思いますが、もう全部もうだから、喧嘩でね、本当に。まあ、今の本当見てる皆さんが残ってくれてるのが奇跡みたいな状態ですよ。いやー、だから、もう配信あるなし関わらずのもう殴り合いばっかりですからね、やっぱ僕らは。どうしてもね、そうなっちゃう。申し訳ない。だからそういう意味で言ったら、本当犬猿の仲っていうのがね、一番しっくりくる多分言葉なのかな、僕ら二人を指して言う言葉であれば。りょうたさん、餃子かなって。ゆきさん、銃口向ける中ですよね。向け合うじゃないのがポイントですよね。銃口向ける中です。僕からすると銃口向ける中ですね。はい。にゃきにゃきさん、成田さん、アメリカ出張中だから、ああそういうことね。はい。晴れ間がある口だけのひろゆきに泣かされるひげ親父、こっちにはね銃があるんじゃいっていうね、アメリカ行ったらもう勝ちですよ、本当に。パミラさん、パソコン投げ合ってました。はい。ね、ということでございまして、ね、たくさん水と油、あ、それでもいいんですね。ね、もしくは龍子ですね。はい。ね、相まみえる子だって感じでございますよ。はい。いや、エミさん、血で血を洗うね、配信。もう、だから、ほんと血が出たやつは全部ね、もうバンされちゃったんで、残ってないですけど、もう、凄惨なね、もうライブ配信ばかりで、ほんとそれこそ、だからもう、迷惑系 YouTuber っていう言葉が出る前に、多分、迷惑系 YouTuber だったのが僕らなんでしょうね。こんな危ないようなプラットフォームね、配信をしてるようなプラットフォームで、一緒にやりたくないよっていうような気持ちにきっとなっちゃったと思うんですよ、本当に。もう、僕らも、もうかれこれ30年ぐらいこの配信業をやらせていただいてね。あ、ごめんなさい。生放送屋さんでしたね。生放送屋さんに。そう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 。ね、僕からナルポンつってなりますから、生放送屋さんに。
なのでまあかれこれまあもうそうね、大ベテランのやっぱ生放送屋としてもやっぱりこう殴り合い、まあ、真剣にもうお互いつかみ合っての殴り合いであったりとか、あこれはあのすいません、なんかあんまりいい例出てこなかったな、はいね、やめときましょう、うん、生放送屋さんになるポンだけにしときましょうかね、はい、MK さんそんな宇宙語話すやついねえよなっつって日和りました、僕は今もうね、日和ってるやついねえよなで僕日和りました、今ね、これ以上は良くないと思いました、はい、急ブレーキでギュギュギュって止めたいと思います。さあでは行きましょう、続いてのナイスパー行きましょう。小熊組さんです、ナイスパーです。今作ってる企画の名前をスーパーヒゲオヤジランドって名付けたら絶対ダメって言いながらみんな笑ってました。以上です。よかったわ、まともな人が多くてはい、小熊組さんのお気持ちはすごく嬉しいですし、じゃあ、開発名はそれの名前にしといて、製品名はね、はい、最終的には違う、ちゃんとした素敵な売れる名前にしてください。ね、スーパーひろゆきランドでしょうね、きっとね。よろしくお願いします。なんなんだろう、企画名。気になるわ、本当に。ね。いやー、ということでございますけれども、はい。いやー、ね。いろいろありまして、はい。そんなこんなんでお送りしてますが、ね、まあごめんごめん、ほんともうポンはやめよ、やめてあげよ、やめてあげよ、ほんとにああ多分相当引っかかると思うからね、うん、おいらかわいそうって思ってると思うよ、ほんとに。あさん、メディアに出てるひろゆきのうちに何割ぐらいが本物なんですかっていうことで、びっくりするぐらい変わんないですよこれ。でも正直オンとオフでそんな変わるっていう人自体が、あんま僕知らないっすね。なんかこう、それこそ、例えば今ね、こう、わーって喋っててさ、じゃあ、バイバーイっつって、こう、バーってこうやったらさ、疲れたわ。あ、これはあるな。これはあるな。なんか、うん、なんか下向いて。あ、なんかわかんないわ。俺もあんまないからな。まあなんかね、スイッチがガーンと切れるみたいな。そういうのってでもあんまりないんじゃないかな。で、ひろゆきくんの方がより一層ないと思います。まあ、言っても僕も多分ね、ちょっとは気を張ってる気がするのよ。少し聞き取りやすく喋ろうとかさ。うん。いつもだったらもっとね、牛のようにね、のろーと喋ると思うんですけど、まあ、ちょっとはこう、テンポ感を維持しながら喋ろうかとかはきっとあると思うんですけど、だからそういう意味で言うと、ひろゆきくんは本物です。はい。ね。地球人のようにさん、ヒロさんは VOK 出身とか、あ、そうだった。ごめん。そうだ。僕らはそう、捕まえたんだよね。ボイスオブコリアっていう無職王さんのヒントをもとに、彼が使っているオッパーっていう言葉が実は朝鮮語でね、韓国語で兄を指すと。オッパーと呼ばれたいという自分のことを指している。まあ、そこっていうのはさ、その、家督制度というんですか。ね。兄を、ね、弟より兄、ね。そういう文化ですから、そこでのマウンティングみたいなことを実は、その宇宙語という形に包んでて、実は、そういうニュアンスを我々に伝えていたんだっていうところの尻尾つかみましたからね。あれは無職王さんナイスでした。はい。びっくりしました。そんなね、まさかそんなからくりがあったと。だから彼は以前北朝鮮に一回メディアツアーみたいなところに参加して、で、帰ってきたあたりから彼は人が変わったっていうふうに僕らは、まあ、ほら吹いてるわけですけど、まあ、それがだから北朝鮮からのスパイ説がどんどん濃厚になっている昨今、皆さんもぜひね、この情報戦に騙されないでほしいなっていうのは思います。はい。ね。そう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 。ね。うん。カンナムスタイルあ、オッパーカンナムスタイルって言ってるね。そういえば確かにカンナムスタイルの歌の時にね。はい。パンケさん、でもオッパーは女性から見たお兄さんの言い方ですよ。あ、なるほど。だからいわゆるゲームとかでそのお兄ちゃんって言われたいっていうようなの時のお兄ちゃんだがオッパーだきっと。で、なんかそれになんかそういう風に言われたらちょっと好きみたいな。ははー。なるほどね。横浜さん、じゃあ、ポンはどんな意味があるの？ポンですよね、次は。やっぱり、ポンは、これは多分ですけど、なんか
2001年宇宙の旅っていう映画で出てくるコンピューターがハルっていうんですけど、これは何かっていうと、あのね、IBM っていう超 IT の大企業があって、その IBM の一歩前を行くっていうところから、 I の一つ前の H、ね、IBM の B の一個前の A、ね、で M の前の L からハルっていう名前にされたっていうエピソードがあるので、この PON の一個前とか、もしくは二歩三個前とかっていうようなところがあるのかなと思いますね。はい。ね、リオンさんは何かあんのかな？リオンさんの願望が溢れてる。なんだろう？なんだろう？俺、全然わかんねえや。はい。シュッシュも気になる。あ、シュッシュはね、あれは修二郎の略です。修二郎のシュです。はい。それはね、残念ながらね、そうなんです。答え出ちゃってるんですよ。悔しから。シュッシュは はい、いやー IQ 高いですね。まあとはいえ今日もいい時間になりましたので、はい、そろそろ寝ますかね。はい、よろしければ皆さんチャンネル登録もしくは高評価ね、あとはチャンネル登録した方はですね、通知が飛ぶようになりますので、チャンネル登録のベルのマーク、登録の方よろしくお願いします。チャンネル登録した後にベルのマークが出ます。それをクリックタップしてチャンネル登録の後にベルのマークも登録もお願いします。高評価も、ぜひよろしくお願いします。さあということで最後お名前読み上げて終わりにしましょう。ヒルピョンさん、チバリさん、ひよこさん、シクラヤコさん、ピルクルさん、シマハルさん、星空さん、ミーさん、ティースさん、横浜さん、カキョウインさん、パパさん、ピルクルさん、サラダバーさん、ミルクチョコさん、モップさん、ナベリウスさん、ソラリクチャさん、ムショコウさん、イッキューさん、ピルクルさん、シマヒロさん、ヒルピョンさん、ひよこさん、はい、横浜さん、ハヤトさん、ミホさん、うわーすげーな、多いな今日。本当に今日 4,500 人しかいないのかい、これ本当に。本当にそうかい。はい、田中さん、サクサ、山田さん、ソラリクチャさん、アルアラさん、ショウコさん、コグモグイさん、チャンさん、うん、一ノ瀬さん、アーさん、デンチプさん、ユミコさん、リョーマルさん、焼きそばパンの神さん、パピコさん、マミコさん、我はペンギンさん、大鉄さん、パンピョンさん、エイチさん、MF さん、伊藤のりひとさんかな、ひびぐまりもさん、ツナメオさん、サクマチさん、ステラルーさん、高橋いつかさん、リボンちゃんさん、あ、ネコウジチャンネルさん、ナイスパー、ありがとうございます。ミホさん、我はペンギンさん、あ、サンさん、ナイスパー、ありがとうございます。ミスさん、チコさん、シマハルさん、サラダバースさん、ナビリュー作者さん、テネスイさん、コジャンデさん、マユスさん、ハジメッチさん、エミケイさん、アナマカオル、はい、他、多数、ね、田中さんとか、マメさんとか、大太郎さんのペチカさんとか、はい、たくさんのコメントありがとうございました。さあ、ということでございまして、また来週、日曜日この時間にお届けできればと思いますので、もしよろしければまたお付き合いください。それでは皆さん、今週もお疲れ様でした。そして来週も頑張っていきましょう。それでは皆さん、本日もありがとうございました。お相手は私、ひげおやじでした。おやすみなさい。